大好きだ大好きなんだ、それ以上の言葉をもっと上手に届けたいけど、どうしようもなく溢れ出す思いを伝えると、やっぱ大好きしか出てこない。はい、どうも。あの途中でガチャンとか物を落とすのやめてもらっていいですか。すいません、思いっきりあの私のスキップがね、落ちました。申し訳ございません。イヤホンの機械どうもこんばんは。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで今週も始まりましたけども、今日はチャンネル火曜大当店ね、来ちゃいましたよ。今週もねって言われてますけども、ジェピさん向こう入ってもらって。はい、わかりました。こんばんは。こんばんは、ございます。1週間ぶりですね。はい、1週間ぶりになりましたけども、はい、今週もやっていくんですが、今週はなんとさ、なんかね、やってるみたいじゃないですか。はい、ご存知だと思うんですけど、曜日対抗新花の刑事出玉バトルということで、すべての、土曜日、日曜日スタートで、日曜日スタートで、はい、日月火水木金土と、すべての番組でですね、はい、花の刑事、新花の刑事ですね、なんですって注目の新代、打ってですね、出玉バトルということで、出玉数を競おうというね、はい、特別企画になっておりますんで、なんかね、知らない間でそんなことが起こってたんですね。そうなんですよ。まあ余裕でしょうね。お、余裕、さすが大当店、余裕。まあ余裕でしょうね。ただね、はい、唯一懸念されるのが、はい、今回手入れ禁止というルールがあるみたいで、はい、手入れ禁止です。まあちょっとね、言うならば必殺技の一つを封じられてる。要はそうなんですよ、ハンデを背負っての。そう、逆逆、それをハンデと言いますか。あなたはハンデじゃないんだ。当たり前だろう。そりゃそうだろう。ハンデを背負っての勝負なんで、はい、まあ、はい、僕としては不利ですけれども、はい、まあ、そんなね状況もへでもないというところを見せてやろうかな。一応ね、土曜日のね、前回の土曜日の放送でどこが優勝すると思いますかという、ね、はい、アンケートを取ったら、はい、なんとこ の, かの、あの火曜大当店が、はい、1位なんではないかと。一番人気予想する人が多いと。そうでしょう。いや、全体の 30% が支持をしていただいて。いや、そりゃそうでしょう。はい、だって、はい、なってますんで、こんだけ伝説作ってきたお店ですから。そうですよ、放送中に様々な、ね、期待に応えていただければと思いますので、ね、そりゃそうですよ、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあまずお店の方から何かお知らせございますか。はい、はい、あるんですけれども、はい、ね、まずね、はい、皆さんお気づきかもしれないですけどね、はい、店長がいないんです。わお、店長いない。店長ね、ちょっと果たしてどこ行ってしまったのか、はい、先ほどなんかちらほらいましたけどね、ちらっと映ったんですけどね、はい、一言私に、はい、まっちゃんやっといてと。さっきやっといてと。適当か、いう一言を残して、は、はい、今どこにいるのやらという感じで、通ってたって、ね、言われてますけど、ね、店長が来られてから正式に、はい、ちょっと大切なお知らせが、はい、ようやく、はい、ようやく、なるほど、大切なお知らせが、はい、ございます、はい、まあ、後ほど、はい、それはお伝えしようかな、なるほど、わ、はい、かりましたね。じゃあね、まずはじゃあ早速始めさせていた感じですかね。そうですね、はい、わ、はいはい、かりました。じゃあね、ルールの方を一応説明させていただきたいと思います。気候のチャンネル関西版曜日対抗新花の刑事出玉バトルということで、対決ルール最大2台を午前2時まで試打、はい、画面に表示される出玉数を2台合計して曜日の出玉数とするというね、うん、ルールになっております。で、優勝した曜日がですね、最下位の曜日の罰ゲームを決定して、はい、そういう感じで、そうですね、罰ゲームは、絶対実行しないといけないと。なるほど、なるほど。で、最後一番これ大きいルールで、手入れは禁止というね。はい、そうですね、それを聞いた瞬間ね、はい、大丈夫かなと思ったんですけど、はいはい、まあ、そんな状況すらね、はい、もうね、跳ね返してやると。跳ね返してやりますよ、はい、なっておりますんでね、よろしくお願いいたします。はい、はい、で、これまでの成績をちょっとね、見ていきましょう。はい、これまで、はい、今のところ日曜日と月曜日やってきたんですが、日曜日が4236玉、はい、しょぼいですね。昨日の月曜日はね、結構頑張りましたね、はい、伏せ点は、はい、2076玉ということで、昨日はですね、はい、片っぽが出て片っぽ全く出ないという展開で、95% の出玉をチャド伊藤さんが稼ぐという展開だったんですけど、ね、はい、なるほど、そうですね、はい、最高15連というね、素晴らしい、はい、それはちょっと強いな、はい、連チャンスだいぶ強いです、はい、ブラックジャックで言ったら19ぐらいあります。なるほどね。21まではいかないけど、ね、いかないけど、19ぐらい、エースと8が出てきた感じですよね。相当強いですよ、はい、はい、
っていう形になってますんで、ぜひ今日はねこれを上回るように頑張っていただければと思います。いやもちろん、はい、よろしくお願いします。2万発超えようと思ったら、え、打たへんよ今日も。あ、今日打たないです。もう勝負にならないですね。あの、やらない。横の方いらっしゃいました。刑事やらない、うん、やらないよ。やらないですね。え、誰が決めたんやるって。あ、確かに、ね。うん、今日いきなり帰ろう。もう帰ろう。そうだいたいやらへん。やらんの。ボイコットやらんよ。やらない。わ、うん、かりました。ということで、じゃあ本日はやるよ、やるよ、やるよ。じゃあ、え、そこね、突き放してもらったら困りますよ。ちょっとちょっとみたいな。そう、ちょっとちょっとって言ってもらう。いや、だってやらないって言うからやらないのかな。いや、だからやらない。いや、やらない。帰ろう、帰ろう。帰りましょう。ということで、じゃあ、あの、はい、ね、うちも早めに上がれるということでね。はい、たまにはね、あの、楽させてもらおうかな。はい、帰ろうかなっていう。え、やるよ。やりますよね。どっちなん、どっちなん、相変わらずやな。いや、だからやるよ。いや、やるっすよ。火曜日放棄か、終わりってほら言われる。やるよ。やったらいいんでしょ。やるんですか。やりますよ。やったらいいんでしょっていうか、別に嫌ならやらなくてもいいんですけど。なんと、はい、お、何もない。え、いや、あの、一応重大発表がありますっていうことは言って、なんですけども、あ、言ったんですか、はい、まだその内容は言ってない状態ですね。どうも僕です。あ、どうも。あ、それが重大発表で、なんと店長なんですよ。そう、知ってるよみんな、そんなの。いや、もうね、辻本店長がね、移動とか、はい、ね、その辺の話でみんな結構ね敏感になってるんで。なるほど。何の話みたいなね。そうなんですか。はい。一言みたいなこと言ってますけどね。なんと、はい、なんと私も、私も、え、この度、この度、はい、ニコ生を卒業させていただくことと、嘘です。あ、もう知らない、もう知らないですよ。もう そ, れ、ね、もうその辺のやつ本当敏感、リスナーさんも敏感になってるんで、マジで、ね、オチが見当たらんかった。いや、そうですね。僕もね、どう助けを、おいーってほら、ツッコいっぱい入ってますやんか、ほら、ふざけるなよってほら言われて、もう知らないですよ ね、 もうね、オチが見当たらんかった、ね。はい、へー、知ってた。、はい、マジ今心配したよ、驚いたよ、嫌いになるぞ。そうでしょ、はい、謝罪って言われてます、ね。いや、まあでも重大発表があるのは間違いない。まあね、もう12時回りましたからね。そうですよね。もう今日は何日ですか。今日はもう20日、21日ですよ、はい、ポッキーの日ちゃうね。それは違う違う、10日前です、ね、全然違う、10日前ですし、はい、あ、違う。あ、これすみません、一応言っていいですか、早く打たないと2時までっていうルールなんで、あの、確かにどんどん不利になるんですけど。確かに、はい、いいですよ、いいですよ。内藤はオープニング長い、あ、ね、それでも勝つと、はい、そんな状況ですらね、はい、そんなもんね、2万発でしょ。そうそうそう、はい、2万発、うん、いや3万ぐらい出したらいいんですよ、バーンと。鼻くそほじりながらやったりますよ。いや、ほんまにね、そうですよ。で、どうすんの、打たない、まだ打たない、打たない。ああ、重大発表って何なんですか。じゃあ打たないよ、重大発表は。早くしてって言ってる人もいますけど、打たないよ、まだまだ打たない、まだもったいつける、うん、まだ打たない、はい、重大発表があるんですよ、はい、そうですね、そんなことよりね、まあ、はい、軽く触りだけいくと、はいはいはい、キコーナー大当店、なんと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 リニューアルします。おリニューアル、イエーイ、イエーイ、やっと来たよ、やっと、やっと、ようやく発表できる気が、やっと言える、やっと言える、もうずっと、ずっとね、この辺まで出かかってたよ、温めてきた、はい、やっとね、どの程度の、どの程度のリニューアル、いや、もうね、すごいです、大規模リニューアル、まあまあ、ぼちぼちリニューアルです、なるほど、なるほど、リニューアルします、すごいです、まあ、内容はね、はい、ね、まだ言わないでおこうと思います。あ、なるほど、まあ、だけど1月29日オープンですね、はい、29日に、はい、オープンです。あ、堂々オープン、リニューアル、そうなんですよ。で、整理券の配布がね、はい、予定では29、30、31と3日間配る予定になってますので、はいはい、なるほど、はい、その告知に関してはもうしばらくお待ちください。なるほど、なるほど。いつからやるかっていうのはね、はい、メール等で配信したいなと思ってますの で、 です、ね、なるほど、お楽しみに。わかりました。お願いします。はい、はい、ご期待いただければと願います。そうなんですね。はい、わかりました。やったですね。ということで、ようやくね、もったいつけて、ね、え、何なんだろうってね、みんな勝手に予想、いろいろ予想してましたけど。私のミストサウナぐらいもったいつけてましたよ、ね。いや、本当にね、そう、出してないかも。はい、結局出してない。出してない。先週はね、アイスバケツチャレンジね、店長。帰るわ、じゃあ、私。早いし、動きめっちゃ早いし、そんで。一瞬でしたね。ちょちょちょとか止める間もないぐらいのスピードやった。アイスバケツやったじゃないですか、先週。あ、そうだね。アイスバケツね。急ぎのね、アイスバケツチャレンジを。今日もね、今週もね、コメント数が、はい、まあそこそこいけば、はい、まっちゃんがやりたいって言ってますよね、はい、え、まああの、ただでやるんですよ。先週で決まったんや、やることは。コメント言ったやん。あ、そうでしたっけ。あ、言ってなかったっけ。あれ、じゃあ決める今週も、うん、今週もね、コメントいくつ。確か4000何本って言って、で、止まったんやね。で、
達成できなかったんじゃなかったでしたっけ。あ、ね、あ残念ですね。残念やね。先週で決まってたねって言われてますけど。残念やな。ほらまた加速コメント来ましたよこれ、はい。やりたかったんですけどね。どうせ指定してもすぐ行くぞって。まあじゃあ2000個目ぐらい目指しますかも。まあ、ね、じゃあ2000いったらそれはもうやらざるを得ないかな。やらざるを得ないね。なるほど、はい。だがそれがいいやね。そうそうそう。コーンや。コーン。コーン。じゃあ2000個目いったら。まっちゃんがアイスバケット。いやもうそれ2000もいただけたらね、はい、あもう水ぐらいね、何倍でもかぶりますよ。何倍でもかぶる。ほら、加速コメ来たまたほら。2000もいただけたらね。2000もいただけたらね、もう何ぼでも脱ぐよ。いや言ったらもう今日寒いですよ。何ぼでも脱ぐ？あのニュースでね、野球券するよ。野球券。野球券する。ライブボーイっすね。僕と店長ですよ。二人で野球券見せるよ。色気ゼロっすね。誰得なんだそれ。はい、色気ゼロやりたいだけ、はい、あの先生そう言ってるともうすでにあの加速が始まってるんですよ。始まってる、すでにあのこの流れになる前から300個目いってますからね。早いよ、はい、早い早い早いよ。いやなんかね、早く打たなきゃ勝てなくねって。いや勝てる勝てる。いやね、今日はね、はい、ちょっともう見てもらったら分かるんですけど、はい、表にバケツありますから、この寒い中あれ見てもらったらあれ見てもらったら分かるんですけど、ね、見える？ちょっと無理かな。水のね、奥の方ですね、はい、水をね入れたバケツをもう表に置いてあるっていう、置いてある。寒空の下、この寒空の下。いや準備万端ですね本当。ちょっとね、うん、前回ちょっと甘えがあったという話やったので。いやあれお湯だお湯だって言われるんですけど、はい、お湯ではないです。お湯ではないんですよ。あのね、地面が冷たすぎて、そうそうそう、寒すぎて、そう、ほんで湯気がバーって出るんで、そうライトアップしてたんで、はい、そう、あの車のライトやったんで不安となったんですけど、そうそうそう、お湯ではないですからね。そう、みんなお湯だお湯だって言ってる。なんかつ室内に置いてたんで冷水ではなかった。冷水ではなかったのは事実。冷水ではなかったです。今日はねもうまっちゃんがね、見てあれ寒空の下置いてある。じゃあそう言うならって言って、はい、まあ、あの表にねバケツ置いて待機してるんで、はい、いやー見えますかねあれ、冷たいバケツね、まあ、あそこにずっと置いてますからね、はい、あれちょっと見こうか。うん、あそこにもう置いてますからね、水入れて完全にね、あの凍るんじゃないかっていう今ちょっと不安すらある。きついですけどね、本気モードということでね。まあ2000もいただけたらね、はい、それはね、はい、そうやりますよ、やる、ね、喜んでやりますよ、うん、ああそうですか、2000もや、なるほど、これはガチだなって思ってますね、はい、うん、さあということでまだ早いね。そうですね、もういいですかね。まあ僕の予定ではね、漫画読んでからにしてもういいよ。漫画コーナーね、漫画コーナーあるんで、漫画コーナーあるんですよ、はい、ある、確かにね、うん、今日も今日もすごいたくさんの人が漫画読んでたから、はい、そう、漫画コーナー設置したんで、漫画コーナー漫画読んでない店長。でもワンピースね、まだ新刊変えてないっていう声が、うん、あ、そう、はい、じゃあ新刊ワンピース出たんですよ、ワンピース置いてっていうね、はい、言われたんで、じゃあ僕今から新刊買ってくる。買いに行かなくていいよ、はい、今日今じゃなくていいです。今じゃなくていいです。長い、それはね、はい、そう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 、わ、はい、かりました。じゃあもうそろそろね、松浦さんが切れかかった顔してるそうですね。こいつらまだ歌えんのかな。いやいやいや、一人ねブチ切れしてる人がいて、余裕ぶっこいてると負けるよ、時間の無駄、早く打てっていう、ね、めっちゃ言われてる。ブチ切れしてる人がいるんでね、めっちゃ言われてる、はい、そろそろ打ってください、ね、そろそろ打ちましょうか、はい、いや1時間ぐらいあれば余裕かなと思って、はい、ね、でもね、まだ雑談してっていうね、やる人も一、ね、人だけいるんですけど、そうでしょ、はい、一人だけ、はい、じゃあ打とう、はい、危ない、はい、じゃあ行きましょうか、じゃあ行きましょうか、はい、よろしくお願いします。行きましょう、行きましょうよ、もうじゃあ、もうちゃっちゃと出して、ちゃっちゃと終わったろ。そうそうそう、お、目標は今のところ上に2万発ですからね、ちゃっちゃと出せばいいんでしょ。はい、では行きたいと思います、ね、音量は3ぐらいかなですかね、はい、はい、よろしいですかね。はい、じゃあまずね、こちらのカメラにねお顔いただいてもよろしいですか。はい、では行きたいと思います、はい、このチャンネル火曜大トンデンリアル社員対決新月光、今週は曜日対抗新花の刑事出だ、え、キココが、キココが危ない危ない、新花の刑事出玉バトルということで3日目、はい、今のところ1位2万発オーバーを、超えるべく頑張っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。しゃあ、もうね、かぶいたるかい、かぶいてやりますよ。かぶいたるかい、今日はかぶいたるかいとかね、うん、気合の入り方がよくわからない、かぶき通したりますよ、うん、かぶき通したろ、もうすぐかぶこ、ね、もうこんなもん。店長初打ちですか。初打ち、あ、私も初打ち、うん、まあ、でもシリーズは全部打ってるんでね、一応、ね、私これ漫画全巻持ってますからね。え、すごい、当たり前やないですか。ちょっと音ちっちゃくないですか。ちっちゃい、ね、こんなもんですかね。店長すいません、若干頭がかぶってるんで、頭避けてもらう。僕ですか。いや、店長ですね。はい、嫌です。嫌じゃない、嫌じゃない、拒否する、はい、若干そうですね、それぐらいで斬新な拒否の仕方ですね。はい、嫌です、ありがとうございます、はい、
はい、じゃあこんな感じでどうでしょうか、ね、これ音どうですかね。僕聞くからにこれ相当ちっちゃいんですけど、ちょっとちっちゃいかもしれない。ちょっとちっちゃめですかね。ちっちゃい、ちょっと戻そうかな。あ、まっちゃん音小さいっていうねコメント言いますんで、はい、若干上げてもらっていいですかね。 あと2つぐらい大きく、はい、ロスやわロス。いやほんまにね、ロス？ロスですね。今さらロスを言いますか。騙されたね。ロス？何秒何秒何秒ロスってる。これもう相当ロスですよ。これはロスやね。これは不利やな。内出しからのねこの止めるっていうのはね。そうそうそう、これは不利やな。うん、これはエンデックの、うん、そうですね。余計ない、うん。よく言うわ。エンデックの罠ですね。エンデックの罠やねこれ。よく言うわ。大東に勝たせないっていう、ね。そう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 。黒いものが見え隠れしますね。うん、いやいやいや。なんかお金の匂いがプンプンする。なんのしますね。しないよ。お金の匂いがプンプンしたね今。よく言うわって言われてますよ本当に。こんなもん。五ぐらいかな。もう一個これ。それです。え？これ？いや違います。それです。こんぐらいじゃないます。打ってみてじゃ。え？打ってみて。はい、もっともっとって。このもっと？五ぐらい？5ぐらい。あ、でもそれぐらいで 演出始まったら結構いい感じになるんじゃないかなと思います。あ、そうですね、はい、意外にリーチとか来たらうるさかった、はい、あ、いい感じいい感じ、これでいきましょう。はい、ではお願いいたします。お、キセルの時まで急に来たね。キセル、いや、キセル見たいですね。 RTC ですねこれね、キセルの時。あ、 RTC なんやな、はい、この RTC 中にキセル演出が来ると激アツなんでしたかね。はい、かぶけ、びっくりした今、かぶけやがかぶくが花よ。それあれですね、一番最初の刑事のおーっ、ね、言われてますけどね。はい、はい、じゃあ、コメントね本日もたくさんいただいてますんで、はい、読んでいきたいと思います。素晴らしいねコメント、本日ももう400、500近くねコメントいただいてますよね。え、早い。はい、ありがとうございます。全然読み切れないですね。まっちゃんアイスバケツ頑張れってね、やってましたね。頑張ります、ありがとうございます。まっちゃん手入れ頑張れって、まっ店長木高校エンデックの皆さん、まっちゃん久子さんレビューをさーってことね、ありがとうございます。あ、そっちも来た。はい、あ、来ましたね。キセルが入ったのかと思う、はい、そう一瞬あのキセル入ったのかと思うんですけどね。違うんです、これ演出なんですね。紛らわしい RTC だなとかね言われてますけど、これ RTC1 時間に1回って言われますが、1時間に1回90分に1分ですね。90分に1回、はい、90分に1分です。なるほど、いいことらしいですけどね。どうでしょうかね、マッチのレビオさーって、ね、どうもレビオさー、ありがとうございます。こんばんみ、今日何万発出していただけるんでしょうかってね言われてますけどね、どうなんでしょうかね。まあ、とりあえず伏せは超えたいですね。なるほど、1位を ね、まずはね、暫定1位をまずは目指したいという感じかもしれないですけどね。出玉バトルでアイスバケツは中止かと思ったよということで、出玉バトルはやりつつアイスバケツもねちゃんとやりますね。はい、はい、まあ2000個目いけばの話ですね。なるほどなるほど、さあ店長、赤ふすま赤字ですがどうでしょうかね。まあ、これだけではまだちょっと弱い感じですかね。そうね、はい、今回の刑事に関してはあのキセルが非常に強くなってますんで、はい、あのそうなんですね、キセル出た時点で一応期待度としては 70% 超えらしいんで、なるほど、すごい、はい、相当熱いです。ただやっぱりキセルが来ないと不安になるのはあやっぱりそういう圧してしまうんですけどね。なるほど、はい、どうでしょうかね。まあ、日曜日ねキセル出て外すっていうね、あのあ、そうなんすか、はい、貴重な映像もありましたけどもね。はい、初回キセル外したマイマイって、まあまあまあ、マイマイが打って外したっていうねありましたけど、まあ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  70% なんで外れもしますよ。まあね、残り 30% ですからね。さすが入銀だなって、1時間に8回90分、本当に紛らしいね。角田の歌ってね言われてますけど、そうですね、キセル外したマイマイで、久子加速、意味がよくわかんないですけど本当にありがとうございます。はい、めっちゃ弱い予告でもキセル来て当たったよって方もいらっしゃいますね。はい、どうでしょうかね。今日は手入れ OK なんてことで、手入れは今日は禁止のルールと、ね、なってますんでね。いや、フリアは、はい、同じルールで曜日対抗、新花の刑事出玉バトル、同じルールでやらせていただきます。素人の人が手入れするのと、はい、僕が手入れするのでは差があるんで、はいはい、そういう意味で、はい、めちゃめちゃ不利ですね。あ、そうですね。素人の人とどう違うんですか、松田の手入れは。やっぱりその一瞬の無駄もなく手入れする技術っていうか、はい、まあ、そういうのだったりとか、はい、あとあれですよね、入れるタイミングが神がかっているかどうか。あとは角度とかありますから。角度、角度、今まで数々必殺技見せてきたと思うんですけどね、はい、手入れの。そうですね、一気入れとか、ね、飛び込みとかです、ね、飛び込みとか一気入れとか。なんかね、技名ありましたけどね。はい、まあ、そういったのも封じられた中戦わなければならないということで。なるほど、はい、あ、はいって言われてますけどね。
そうですよね、まっちゃん着替え持ってきたかいということで、ね、今日もうやる気満々でね、はい、はい、準備しておりますので最後お楽しみにしていただければと思います。はい、バケツ被るの1時ぐらいかな、またその頃に来るよということで、多分この人は多分、見ることができないんじゃないかなと思いますね。はい、どうしよう、正直お前ら罰ゲームもらっても美味しいとか思ってんだろ、わらわらってことで、当たり前じゃないですか、本当に ね、 そんなね、やらないでって本気で言われると困っちゃうタイプですから、ね、確かに、はい、思ってるよ、ね、そうですよ、否定はしない、はい、当たり前ですけどね、キココこんばんは、キココかわいいって、ね、言われてますけどね、どうでしょうかね、キココなら優勝だねっていう方もね、いらっしゃいますね、ありがとうございます、当たり前じゃないですか、そうでしょうかね、歌舞伎、じゃあ今日はずっと右打ちかなということで、日曜日ね、たこ焼き店長が野崎のその刑事打った時にですね、はい、左打ちに戻してくださいっていうのを無視して、はい、右打ちしすぎ、し続けてたんですよ。そうすると、あれ堀が残ってたのかな、なんか電柱の開放の抽選あるじゃないですか、はい、スルーの、はい、その分の保留が残ってまして、残ってたんですかね、それに当選して、電柱が開いてそれに入ったんですね、そう、なんとその入った、ね、390分の1をそこで当てちゃうっていう、で、すげえな、左打ちに戻してくださいを無視して右打ちし続けて当てるっていうので歌舞伎打ちっていうね、本人が言ってまして、新たにね、はい、歌舞伎ごととか言われてましたけど見事大当たりというね、神業も やってのけましたけども、そうですね、入りましたからね、やっぱり右打ちですね、あと、ね、当たり前ですけど、びっくりしましたけどもね、今日もね、そういうなんかいろんな伝説がまた見れるんじゃないかなと思って ね、期待してますね、頑張っていただければと思いますね。打ちながらその話聞くよ、視聴者を敵に回したら大変なことになるっていうのはムック店長が一番知ってるじゃんということでね、なんで、いやいや、ミストサウナのあの下りですよ本当にね。はい、見せろ見せろみたいなね、なってますからね、敵に回してないよ私は、ミストサウナから嘘ばっか、大東の設定もてんてんてんって思っちゃう、ほらね、言われてますよ、何よ、はい、何よちょっと ね、おねえキャラみたいな。はい、なってますけどね、つか早く発表してってなってますけどね、お緑保留変われ、いや店長当ててください、お変われ、ね、今日は強力プレイなんで、お赤保留、おー来た、赤店長当てちゃってください、文字はリーチですね、当てちゃってください、赤保留もう手止めを当たるから、これ当たりますね、うん、あとはキセルが出るかどうかですね、おっとこれ当たるわ、はい、お花柄、何花柄って、花柄熱いですね、いや今回蝶柄ですからね、あ 今の、はい、今の何柄でしたっけ、花柄、今花って書いてありましたけど、まあまあ7ね、ほら花もう来るよ、もうこんなもん、いや店長キセルないと多分でもちょっと怪しい、赤、いやいやまだまだリーチエースの後やからあれ、はい、赤空気だべーってね、え、ほんますか、まだまだもう一丁いくから、これリーチさんで、ほら花って書いてあったっけ、花柄じゃない、あれ蝶柄、あ、疑似2、いやいやもう一丁いくから、もう一丁、もう一丁いきますね、はい、これ疑似です ね、よっ店長当てちゃってください、もうピュッと当てるよ、けしからん、金は来ないか、あ、金来ましたね、毘沙門天の五加護、影勝さん来たよ、影勝さん、あ、そう、どうかな、ここさあ、着せる着せる、え、着せる、あ、あかん、ない、着せるないっすね、でもあるよ、まだあります、うん、まだあります、あ、赤い、赤ふすま、こら、赤、あ、大丈夫ですかこれ、階段登ればくなりますか、まだ弱い、文字白ですね、そうですね、セリフ白、いやまあ発展系でしょね、外れ確定って言ってもいいけどね、金で外れるし、まあでも、いやでもそこはない、予告はそこそこ強いんじゃないですか、まあちょっと着せるないのがどうかなってとこですけど、カットイン欲しい、カットインどうなるかってとこですか、ちょっと弱い、弱そう、若干弱いですかね今のところは、リーチはどうなんですかね、このリーチは強いリーチなのかどうか、弱そうですけどね、うん、いつも知らないで打ってるからそうっすねそれがいいだがそれがいいどうでしょうかね、赤ですけどもねさあ、うわかっこいいな、長いリーチが続いておりますけども、ああ弱い、おこれさっき来たよ、俺弱そう、これ来たよ、余裕で外した、さっきさっきってなんすか、さっきもこのリーチ来てん、赤じゃないけど、だね、はい、今日も行かない感じですかね、そうですね、はい、ああ終了か今日は潔く負けを認めた、残念残念、潔く罰ゲームをしよう、外れ だですよねって、ダメやな、はい赤空気出てますね、まっちゃんが来た、まっちゃんがそうですね、若干ざわついてますが、若干今ひじれ入りましたけどね、はい、うん、赤やっぱりねって、何柄やったっけ、はい、
虎柄、虎柄、紅白柄ですね、はい、あとね、うん、が来ないとあかんねんね、はい、そうですね。あとやっぱりまあキセルが今回本当に強いんで、うん、あの他の激安系が若干期待で下がってる感もあるんですけどね、うん、なるほど。昨日のいつも通りね、あのストーリー系は強いんでしょうね、はい、そうですね、はい、そっち行くと強いです、そこそこに。あー、スマッシュ待った後にキセル、ああそうですね、おー熱いキセル来いってね言われましたが、残念ながらキセルが来なかったというか、マッチョの方はどうでしょうかね。全然ダメでしたね、はい、最近画面浮き出る機種多いねということでね、あのなんか 3D みたいなのがね搭載されてる機種多いですけどもね、そうですね、はい、ケージもああ全然あっさり、はい、全然ダメです。保留も青ですし、そうですね、疑似連も2回やったんでダメでしたね。嘘つき&言い訳店長はもう信じません、嫌いですっていう方もいらっしゃいません、これね、どうでしょうかね、金赤は弱いよ、金金じゃなきゃってこと、ああなるほどね、金も外れるしってねやってますよね。ここからぐんぐん下がっていくなって、バカ赤ふすまバカアサシってねやってますよね。金をチャンスアップに使うなよ、ブック店長なら当ててくれるよねってやってますが、残念ながら外れちゃいましたね。みんなの愛が足らんのよみんなのせいにしてますよ、人のせいにしてますよね、はい、重級の金より少しマシ程度なんだよな。あ、そうなんですかね、弱い、まあ、ケージシリーズはね絶対毎回毎回金はね絡んできますからね、はい、そうですね、とりあえず金出ないとみたいな、そうですね、赤じゃダメみたいなとこありますか。俺今日初打ち18時オープンで単発単発、その後なんと21連チャン16ラウンドが10回で3万発だったよって方いらっしゃいますね、おめでとうございます、すごいなそれ、素晴らしいですね。俺の隣で5万発って方もいらっしゃいますね、はい、赤保留偉いすいません。これ何万個出ると勝てるの、うん、万個舐めるの何の話ですかね一応今の1位が2万発ちょいということで、それ以上出せば、暫定1位になれると、ね、いう形で土曜日まで、やりますんでね。ただしかし、はい、あの4300発を割り込みますと、はい、残念ながら今暫定最下位という形になりますので、そうですね、罰ゲーム候補に躍り出るという形になりますね。そうですね、はい、どうせやったらゼロ発でもいいよねあ、まあでもマックスペックなんでね、2時間きっちりで時間区切るとゼロ回ゼロ回っていうのもなくはないというかね、全然話ですね、はい、全然なくはない感じですけどね、そういうテンポ出てくるでしょうね。いや結構出るんじゃないかな、そういう恥ずかしいテンポがね、はい、予測してるんですけどもね、どうでしょうかね。リニューアル何月何日かもう一回教えてっていうコメント今いただいたんですが、1月29日、はい、29日オープンでございます、リニューアルオープンという形でね、はい、整理券等の、はい、配布行いますので、ぜひ、お店の方で、来ていただいてお話聞いていただければいいんじゃないかなと思いますんでね、はい、また正式なアナウンスはまたさせてもらいますが、はい、まあ、とりあえずね、あ、絶対行きますってね、あ、もう絶対来てくださいね、ほんまに来てください、ありがとうございます。朝からお出迎えします。そうですよ、ぜひね、新しくなった生まれ変わった大当店をね、コーナー大当店、楽しんでいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。楽しいですよ、いやね、楽しみですけどもね、最近の台赤保留期待度薄いよねエヴァとかってことで、そうですね、まあなんかいろいろ特殊保留がねこう増えてきて、そうですね、赤とか金とかも信頼度がまあ昔よりは下がってきてるのかなっていう感じはありますね。まああれですね、赤保留の上にあの各社独自のね激アツ柄が入ったパターンが多いんで、多いですね、その辺のバランスかもしれないですけどね。そうですね、罰ゲームはシリア一人旅でしょ、失礼はもうそれこれ不謹慎すぎるだろこれ、ほんとね、キセル4回外れたからなっていう方いらっしゃいますね。あ、そうなんだ、4回かきついな、4回、松浦さんちょっと太った、太ったかな、まだ当たらないの神様は今日出ないの、神様ってのはゴッド宮川さんですかね、ゴッドさんは木曜日の放送で出ていただくようになってますので、ね、はい、ご期待ください。そういえば今日エヴァの久子さん背景を4回外した、あれ本当に熱いのということで、久子さん背景は何パーぐらいでしたっけ、まっちゃん、ね、激サムですね、はい、それ激サム、私もこの前ね、はい、久子さん背景2回外しました久子さん背景出た、出ました、2回外しました。あ、なるほど、あのそれただのね、はい、うちのおかんの呪いでしかないので呪いということで、逆に当たったらプレミアみたいなね、そう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 、はい、感じですよね、はい、この対抗戦打つ時間って決まってないんですよねということで、一応お尻だけ決まってます、2時まで打つという、そういう形ですね、はい、完全に決まってるんですけど、はい、スタート時間は決まってないんで、まあ、早く打てば打つほど有利ではあるんですが、はい、まあ、大当店ね、もう余裕ぶっこいて15分、20分ぐらい ?15 分押しぐらい、ね、15分押しぐらいね、はい、おしゃべりしてましたね、そうそうそう、はい、6分の1を提供するというね、素晴らしいハンデをこう、はい、あ、8分の1か、8分の1を、ね、提供するこう素晴らしいハンデをね、こう投げ打ってでもこう皆様に笑いを提供していくという、ね、姿勢ですけど、どうでしょうかね。
あ、野田くん違う、阪神高速渋滞の人、野田くんが、ゴッドで野田くん今日出ないのってさっきね、野田、ね、いますけどね、いらっしゃいましたけどね、今日はでもちょっと忙しいんかな、あ、忙しいかもしれないですね、ここだけマッチョマンはね、ここだけマッチョマン、そうですね、働いてます、阪神高速渋滞中とかね、はい、ありましたけどね、今日は残念ながらお仕事中ということですね。はい、ゆい背景はプレミアなのに久子は弱いんだねって、ゆいって誰ですか、ゆいってあれですよ、新宿のお母さんですよ、お母さんですね、はい、ね、いますけどね、同じお母さんでも同じお母さんでもね、期待度が全然違うと、ね、いうことですよね、はい、徳勝龍いらんから悪化の期待度上げてくれという方も、ね、いらっしゃいますよね、まあまあそうですよね、今日刑事で4万発以上出してる人いたよということで素晴らしいですね、はい、自分の親を笑う笑う、個人的にガロファイナルが最高ですねという方いらっしゃいますね、おもろいですよね、はい、やっぱ台の音小さいかなってことで、どうですか、ね、今ちょうどいいぐらいに聞こえるんですが、そうですね、はい、ちっちゃいかな、これで行かせていただきたいと思います、はい、のだみ出してよ、そうですね、スタート時間がバラバラっていうのも斬新ですね、そうですね、いや、そこのね、はい、告知時間まで含めて競技ということで、はい、はい、なってますね、ご理解ください、よろしくお願いします、はい、マリコさん背景は期待度どれくらいということで、台東店や鶴見店の、バロン木村さんのお母さんね、いや、マリコさんの、背景はどうですかね、久子さんとそんなに大差ないぐらい、まあそうですね、はい、まあ、身内おかん背景はそんなに熱くないっていうのはね、あの開発の人の言ってたね、デフォルトですんで、残念ながらそんなに熱くないですね、だって皆さんよく考えてください、はい、パチンコ打っててね、はい、自分のおかんの背景がね出てきたらね、はい、熱い気全くしないでしょ、まあまあ、なんか怒られそうだし、そうですね、熱くはないですね、確実に、じゃあここであえてのガロ打とうか、激寒か松浦の家庭みたいだね30分ほど前に誕生日迎えたという方いらっしゃいます、おめでとうございます、おめでとうございます、スネちゃま様っていうね、ハンドルネームつけていただいてる方、おめでとうございます、緑来た、緑、何歳なんですかね、なんか花がついた、変われ疑似連ってこと、赤声赤、本当にマッチョなの、わらわらわら、野田くんの一発ギャグみたいな、ね、そろそろ当たりお願い、先ほどの手続きましたね、先ほど見先見赤声赤になれ、ゾーンですが、ビシャモンビシャモンテンゾーンですね、ビシャモンテンゾーン、先読みですがね、先読み赤になれ、こい、変わらないか、ただ疑似連はしますね、金になれ、どうでしょうかね、緑ですが、まあ展開次第ってところですか、正直このゾーン自体もそんなに熱くないみたいな話ですけどね、まあとりあえずキセルが出れば、はい、もうね、とりあえずキセルです、そうですね、はい、状況が一歩、おお、でかい、おー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 、デカボタン、これチャンスアップですね、天運ボタンチャンスアップですよ、なんかブルブルしてたよ、チャンスアップですが、あ、これボタンなんや、そうです、それもボタンなんです、もう一丁、もう一丁、もう一丁、行きます、行きます、熱い熱い熱い、これ熱いんちゃう、これは熱い、どうでしょう、赤キセル来て、キセル、キセル欲しいっすね、さっき熱そうやったね、いけお、さあ、テンパイで、テンパイですね、来い、キセル、どうでしょうか、あ、何、金継さん、何今の、おーおー、金よ、金、金、あ、おーおー、いいぞ、いいぞ、金ふすま、あ、でもキセルは、あ、キセルじゃないの、これ、あ、キセルコンコンしてる、下で、おおおおおお、何それ、下で、下でコンコンした、下で、下で今ね、コンコン、下で叩きましたね、しかも赤保留に変化、おぉ、これはいいぞ、初めて見ましたけどね、松風リーチ、松風リーチや、はい、そう、これは熱い、これは熱い、これは熱い、はい、松風やね、一貫や、一貫、下キセルとかあんのかって、これは当たるやろ、下でコンコン、エロいな、赤セルですね、はい、これは当たってます、あ、いや、歌舞伎ごめん、歌舞伎来た、発展した、キセルが来ないけど、いろいろ揃ってますね、どうでしょうか、はい、これは来たよ、はい、馬のやつ星 4.5、 おお当たるやろ、オグリキャップ来たーって思ってますけどね、はい、馬お待たせ、久々にこのリーチ見たな、はい、暴れ馬、おお、一貫、暴れて暴れて、これは欲しいでしょう、ドヤ顔ってね言われてますけどねキセル来てないけどネギ玉どうな、レビオーサー、おおまっちゃん絶好調だ、レビオーサが炸裂、炸裂しましたね、いや強い強い、見事レビオーサ炸裂、素晴らしい、ね、だから言ったでしょ、おお、有言実行ですね、やったー、すぐ当てるから素晴らしい、おめでとうございます、よっしゃ、
よし、下キセル初めて見ました。いやすごいですね、下でね、下でコンコンってしてね、はい、地味でしたね、あのキセル、うん、さあ、ここからですよ、ここからですよ、ここからね、わかんない感じでしたけど、はい、55% で ST 突入です。 55%、 はい、結構結構狭きもんですね。そうです、そう狭きもんやで。さあ、それに入れないとじゃあダメですね、まず話にならない。そうですね、はい、ST 獲得できるかというところですが、実質あの図柄揃いの 50% ではあるんですけどもね。はい、はい、なるほど。どうでしょうかね、いけるいけるってねやってますけど、あれは確定プレミア、あーそうなんだ、下キセルは確定プレミアなんだよって方に聞かないか。さあ歌舞伎通せるか、確定プレミアやって下、あー通せない、あー残念、えマジで ST 獲得ならず、えあかんの、もうそう復活ない、あー残念、復活ない、復活なしですかね。レビオーサー、かぶけーってね、やってますけど、あ、時短で引き戻そうってね、やってますよね。時短は100回です。はい。時短は100回か。はい。ST が120回です。うわ、痛いな。残念ながら早い段階でね、初当たりはゲットしたんですが、ST 入らず。いやー、苦しい。あー、ゴザ早漏食べたい。ゴザ早漏って確かに出てるけど、ね。ゴザ早漏って書いてますね。はい。時短でガンバーってことで、そうですね。あー、残念。ペノロペクルースってね、やってますけどね。よし、歌舞伎打ちだってね。やっぱり主任かーってやってますね。896ですね。そうですね、はい、896、はい、カウントお願いします。はい、プレターン多めーっていうかね、あ、まあなんかね、あるあるですけどもね。あれ、襖もなんか普通の金襖より豪華に見えたんだけど、あれ違うのかな。あれは普通の金襖だと思いますよね。あれは普通の金襖なんですかね、はい、7点だよ、7点熱いよ、来た、何これ、おいおい、 何が起きた、何が起きた、7点熱いよ、1回転ですよ、1点、え、1回転って言ったら保留ですか、保留です、ふすまは普通の、え、どうなった今、白ですね、いや、これ当たるやで、カコンは、カコン来るの、おら、来た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 、カコン、うそ、うそ、やばい、やば、いや、7点熱いよ、すげえ、すげえ、あ、お茶のやつや、千利休でしたっけ、うん、電角きたー、これはすごい、大喧嘩、赤熱い、いやー、7点でキセル来て1回転目、これはすごいぞ、はい、時短1回転、え、これしかも7点もろたでしょ、いやこれ これはね、当たるでしょ、うん、行くんじゃない、当たってくれないと困るパターンですよ、これは、はい、ゲロ熱って言われてますけどねこれ釣りやったらびっくりしますけどね、いやー、すごいタイミングですごいのが来ましたね、え、っていうことは僕2回当ててたってことですよね、はい、そういうことですよね、2回、3球球を2回当てた、いや、これ16だったら保留どっか入ってるってことでしょうけどね、はい、おう、あー、そうか、そうやね、これ当たるよね、からの、からの、おいたー、見事だー、見事だー、おめでとうございます、ということは16やもんね、これ7点が16でしょ、はい、16ですね、16ですよね、はい、ということはへその入賞じゃなくて、おそらく大当たり中に解放してた部分があったのかもしれないですよね、なるほど、ちょっと分かんないですね、はい、どちらのか、はい、はい、おめでとうございます、びっくりしたー、1回転、1回転、いやー、素直に当たれ、間違いないですよね、本当ね、さあ16ランの前田圭司、いやびっくりした、ね、外すかと思った、素晴らしい、え、これ16回転ってことは、はい、ST、 ST 確定、 ST ですですよね、はい、ST 確定です、よし、今の保留で16ラウンドっていう振り分けがテストにはないんで、はい、おそらくどこかで入賞していたんだと思われます、なるほど、はい、じゃあもう俺休憩していい人任せな、いやー見事だ、まっちゃんかっこいい、すげえ、ね、すげえって、ね、言われてますけど、まっちゃんおめえって、店長がかわいそうになってきた、頑張って、へそ保留消化でしょって言われてますけど、あ、どうですかね、へそ保留消化だと16はないはずですから、16なかったっけ、へそ保留16はあるんですか、これ振り分けどうだったんですかね、多分ないでしょ、はい、85% でこの当たり方ムク店長みたいやな、うんってことね、まあ、この2人引き持ってますんでね、素晴らしいですけどね、V ってことで、
今回ラウンド中も電柱拾うのって言われますが、どうなんでしょうね。そうじゃないとちょっと説明がつかない部分があると思うんですよ。ですけどね、もしくはあの並走じゃなくて電柱優先消化っていう形になるかですよね。なるほど、そうか、優先消化とかはあるかもしれないですね、はい、ちなみに並走入賞時が7ラウンド確変が 43%、はい、まあ、実質ですけどね、はい、実質4ラウンドが 12%、はい、で実質7ラウンド通常の方が 42% で、はい、実質4ラウンド通常が 3% になってます。おってことは16ラウンドはないないということですね。なるほど、はい、電柱入賞時が16ラウンド確変が 70% で残りが4ラウンド確変という形になってますね。ということは入ってた保留があの右打ち時にあのアタッカーの方に行きますよね。はい、あのアタッカーに入ってる間にスルーの方の抽選が受かってて、で電柱が解放されたところに入ったということですね。なるほど、いやーよくわかんないけどなんかすごいタイミングですね。なんかとりあえずものすごいことやりたかった、ね、これはすごいですよ、はい、なんて強い引きなんだ。 ST から通常映ることあるのって言われてますがどうなんですかね。これシダまでの前振り長いかっただけのことはあるねってことで、はい、ちょっと待って、はい、あどっちにしよう、もうええんじゃない俺たんで、はい、とりあえずこっちで、はい、歌舞伎ラッシュで、歌舞伎ラッシュで、はい、もうまっちゃんが何とかしてくれるやろ。あ、たこ焼きを超えたって言われてますよ。そうですね、まあ、両門突破でいきましょうか。両門突破で、はい、行きましょう、はい、あ選べんねんね、はい、今回選べます、ね、やっぱり過去のね、はい、ね、作品を打ってた人は縄文突破選びたがりますよね。そうですね、この辺についてはね、はい、あ、ちょっと待って何発やった今。いや大丈夫です、あの一番最後に ST 入った場合は出るんで。あ、そうか、はい、それは大丈夫です、はい、了解です。あ、後継族の代はラウンド中に電柱開くの多いからねってね言われてますけどね、どうなんですかね。店長頑張って遠隔しちゃったんじゃないのって、さすが ST 中なんて強い引きなんだ。そうですね、よくわかんないけどすごい、うん、とりあえずすごいってことですね、はい、まあ、こういうこともあるから落ち着けよう、ダディ先生説明ありがとうございます。はいはい、ラウンド消化時に時々パカパカ電柱開くよ、ね、そうですね、はい、あのスルーを通ってるんでね、はい、はい、それで懐かしいなこれって感じですかね。あっといきなり縄文到達ですね。よし行くぜ、はい、行ってください。うえ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 ってありましたよね。そう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 、今日へそで7点で当たったけど7ラウンドだったって方もねいらっしゃいますけどね。やっぱり同じような感じかもしれないですね。店長いないと寂しい、きっと久子も喜んでるね。あ、電柱優先だよって。7と4しかないからな、金や、はい、からのあーあー残念残念、惜しい。今回縄文が硬いですからね。あーそうですか。お、店長も若干、店長の方が金や、金金、ね、金来てますか店長の方が、うん、いや、店長も当ててください。お、店長熱いっすよ、これ当てましょう、うん、あ、なんか金、なんかバック金です、これ予告の背景金ですね。うわ、お、直江直江さん、さあさあさあ、どうだ、熱そう、カーンと来てください、カーンと。いや、これ来てないよね。お、2D、 お、原画のやつじゃないですか、これ、はい、これ熱いっすよ。お、さあ、赤、赤か、赤や、ね、カンカン言わん、あ、カンカンがな、あ、ボタンは、お、来た、オッケーオッケー、いいです、これはいいです、チャンスアップ、歌舞伎ごめん役者ですね。いいですよ、はい、いや、これいいんじゃないですか。あ、これなんだっけ、これ熱いやつですよね。相当熱いっす、相当熱いっす、弦、はい、が熱いっすよ。いや、これ優勝もらったな、これ優勝あるんじゃないですか。ちょっと待って、ハンドルがブルブルしてる、いざ参らん、当たったんちゃう、もうこれ当たったでしょ、ブルブル、ハンドルがブルブルしてる。あ、今ギジってます、ギジってます、今保留減ってないですよね。そうですよね、今ギジってます、ハンドルブルった。さあ店長も当たるのか、これすごいぞ。これ店長 4.5、 めっちゃかっこよくない、はい、かっこいい、あっそう、あ、縄文到達、さあどうだ、はい、このリーチ、さあこれ両方とも、両方とも当たっていいとこ来ましたからもう、はい、わちゃわちゃ当たるぞってことで。そうですね、もともと強いからよ。しゃあ、はい、わあ、当たった、縄文突破ですね、はい、突破ですね。ということは16ラウンド確定ですね、これはね。ありがとうございます。何このリーチ、超かっこいい、さあ、すごいっすね、ボタン押せ、さあどうだ店長、どこ当てて、うわもう帰るわ俺。え、空のですよ、空の、いやいや、今のリーチの長さマジか、外したらあかんやろ。いや、いやだけどね、あー止まったー、緑保留やって、あーちゃー外れるんだ。マッチャーは見事16ゲットですね、おめでとうございます。まあね、マックスはそんなもんですよ、ね、まあ、そうですね、うん、あとやっぱりカコン欲しかったっすね。いや、カコンがないとあかんっすね、うん、やっぱりカコン欲しかったっすね。キセルがないと超かっこよかったけど、いやー、嘘だー、なんか長かった、うん、ヤニタイムってヤニタイムがそう、もうヤニタイム行くよ、落ち着くためにトイレ行こう。店長どうも、とかね、ヤニがタイム、やっぱりキセルかということで、まあ今回ね、やっぱりキセルがかなり強いということで、はい、キセルがね、欲しいとこなんですよね。
まあ、ちゃん満発はいきましょう。満発は、はいはい、いやもう一撃でねぶち抜いてやりますよいやもう今3200なんで、はい、もうほぼほぼこれで4000発オーバー、はい、ですからね、はいはい、この V っていうのがね、はい、漢字で V っていうのがまたあほんまやはい、悠々白書でいましたよね、このキャラ。いました、いました。V っていうキャラ。めっちゃでっかい斧持ってる。よう覚えてありますよね。ヒエにすぐやられちゃった。はい、あ、これで最下位はないですね、というね、コメントも見てますけどね。そうですね。もうこれ最下位とかは、はい、そんな低い志じゃないんで。じゃない。たこ焼き超えたなーってね、言われてますけどね。いやー、見事ですなー。いやー、素晴らしい。いや天井当たってほしかった。原価厚い、ね、最強の 4.5、ね、星 4.5 のリーチだけど外れちゃいましたね、なんで出玉勝負になったら各店 出まくるのだって言われてますけどね、みんな気合がね違うんですよ、ね、違うんですよ、はい、すごいですね。 JP おじさん大興奮でブルブルは当たったぞということでさっきのまっちゃんのハンドルダイブはもう、はい、ハンドルブルったんで確定ですかね。確定です ね, ですね、はい、その保留での大当たり確定ですね、はい、あブルったら16ラウンド確定ということで16確定なんですね。縄文トッパーは16、はい、確定です。当たったら16ですよね、はい、そうなんです。図柄揃いが確定するんで、そこだと4ラウンドでしたかね。そうです、そういう形になりますね、はい、あ、そっか、それ以外の時は、直江のお助けになるんだ。そうです、そういう形になります。 JP さん楽しそうってね、それ出たセリフ長いリーチ言っていいね。なんか JP が一番興奮してるJP 落ち着けようってね、言ってますけど間違いないですよね。あ、ちょっとじゃあ変えてみたいと思います、はい、どうしようかな、はい、あ、ハンドルブルブルは確定じゃないから気をつけてねっていう方もいらっしゃいますよ。一発告知型にしようかな。なるほど。それね、前回ね、日曜日の放送で結局何が告知だったのよくわからない形になっちゃったんですよね。なんかね、完全告知ではないんで、はい、勧告ではないんですよ。なんていうかね、信頼度がちょっと変わるというか、はい、っていうふうに思ってくださいということをね、なるほど、入院の関係の方から教えていただいたんですがほうほう、どうでしょうかね。まあまあまあ、やってみましょう。はい、店長どうもあえてね、やってますよね、やっぱ入銀か。これで再開はないですね。店長気分転換は大事だよって、なんかやたらタバコに吸いに行かせたいとか、なんか負けさせようとしてるな、ね、はい、大東いますけどね。そうです、どうでしょうかね。キココは隣にいないとやっぱりムックはダメかなって言ってますかね。店長どうも。店長かわいそう、頭なでなで。プッツンしたよ画面、はい、あ、プッツンいいっすよ。画面プッツンした。お、いったいったいった、そんなもん、いけ、リーチになればって。おっしゃ、キリになりましたね今ね、はい、一発しちゃう。これもいいでしょう。今音鳴りましたよね多分。あ、鳴りました、はい、あ、これは確定4ラウンド以上。何が一発告知なんですかこれ。いや、もう信頼度がかなり厚くなるっていう感じですかね、その一つ一つの。あと、はい、マッチャン主任の台で今テンパした瞬間にキュインって鳴りましたね。あ、ちょっと音鳴りました、はい、聞こえなかったですけど音鳴ったよねって言われますけどね。あ、ほんまですかなんかもっと派手にしてよあ、外れる。外れんの。あ、そう、音鳴ったって言われますか。あれ外れたよ。あれ、あ、外れた。マジで音鳴ってないんちゃいます。からのハテナハテナ、キピンってなりましたよね今。いや、打ってた僕ね、ちょっと分かんなかったですけどね、音は。あれ、単なるテンパイ音ですか。キピンになってただの疑似だった。入銀の台知ってるんだかって言われてマジで、はい、いや、僕聞こえなかったですけどね。いや、あれもちょっとよく分かんなかったですけどね、うん、確定音ではないということですかね、じゃあね。うわ、分かんない。ただのテンパイ音。テンパイ音、マジかあれ、はい、音違うのかって。あれ、まあ聞こえなかったけど言われてますけどね。どうなんですかね、キュイーンってやってますが、もっとやっぱ確定音だと分かりやすい感じになるんじゃないですかね。まあそうですね、もっと派手な音になるんですかね、はいはい、さっきからずっと鳴ってるって言われますけどね、はい、売ってる本人が少なくとももうちょっと分かる、ね、分かるぐらいには、ね、はい、確かにその通りですけどもね。キセルが強いっていうか、キセルがないと当たらないのねということで、でもまっちゃん最初に当たったのは、あ、あの下にね、あの、あ、はい、画面の下でなんかちっちゃくコンコンやってましたね、はい、プレミアキセルありましたけどもね、はい、あれプレミアなんですか。あ、プレミアではない。あ、またプチュン来ましたね。プチュン来たよ、プチュンっていうコメントありましたけども、そういう演出なんちゃうもん。あ、選んどうところ告知っていうのがそういう演出なんですかね、うん、はい、なるほど。でしょう、それ。あ、また4点ですね。そんな熱くないんかな。でもデカボタンでしたけどね、うん、そうですね、そういう演出やと思う全部そうなるんかな、じゃあ、うん、分からんけど、どうでしょうね、V、V って言ってますけどね。何にせよ、あの初打ちなんで全部が熱く見えてしまうというそうそう、なんか今回のまあケージ特にね、あの演出かなり多彩でね、煽りが結構いろんな感じで煽ってくる感じですよねほんまや、あんま熱くないんですねこれ、うん、うん、
外れましたね。外れました。おっとおっと、そういう逐一部長しますね。そういうフェイクもあるのか。ボタンはあのサイズがデフォルトですよってことで、そうなんですね。全部デカボタンってね、いう形ですけどね。はい、なるほどね。謎の一発告知を現れて、ね、言われてました。俺も今日そんな当たり欲しかったなって方いらっしゃいましたね。手入れしないで当てるとか、町田成長したね。いやそうでしょう。言われてましたね。そうですね。はい、言われてましたね。この企画で当たりなしだったらメーカーにクレームもらうでしょう。普通仕込むわ。仕込んでねえよ本当に。はい、仕込んでるんだったらなんで日曜日4000発で終わってんだよ。しかも初当たり5回だぞ。初当たり5回引いて最高2連ってどうなんだよ。確かにそれは怒られるよって話ですよね。はい、それひどいっすね。いやひどかったですよ本当に。初当たり5回で2連最高2連2連単発単発でしたっけ。 ST 入らないのが2回と、はい、ST 入ったのがスルーか駆け抜けか、そうそうそう、スルーが2回と、はい、2連が1回ですね。で合計5回です。しかも16ラウンド1回もなかったっすね。そう16ラウンド一切なしですからね。それはひどいな。それはネガキャンですよね本当ね。仕込む、それは仕込むっちゅうねんって話ですよね。仕込めるんだったらって。大変でしたけどもね。ま、店長松さん、どこの店舗がビリになると思いますかって言われてますが、ね、まあ、優勝予想とか自分たちのところがやっぱりビリは、はい、鶴見、鶴見、明日やっぱキムとか引き弱いんで基本、はい、あいつ弱い、久子の息子頑張ってってね。あ、ありがとうございます。久子パワーだよ。素直にまっちゃんって言ってほしいですけどね。久子の息子、いやいやいや、どうですかね。水曜がやばいんじゃないかということで、そう、水曜は、ね、やっぱ引き弱いんだよね、はい。まあ、当たりゼロとかもね、ほんとさっきも言いましたようにマックススペックなんでね、あの可能性は十分にあるという形で、そうなんですよね、はい、まだね、出玉ゼロの、曜日は今のところないですけども、どうでしょうかね。これはもう絶対外れる、はい、こんなんで当たらないです絶対。ほら、ああ外れましたね。この程度じゃやっぱ当たらないっていうのはもう大体分かってきました、ね、なるほど、はい、なんとなくで言うてる間にもう55回なんでちょっとやばいんですよ、ね、だいぶちょっと減ってきましたね。気合入れていきましょう、気合入れて、はい、どうでしょうね。ジャックエンブレム入賞した時と同じ確定をしたって方いらっしゃいますけど、残念ながら外れちゃいましたね。さっきからずっと乗ってる、これは駆け抜けのフラグだったなって、ね、何天運ちゃん、それがそうやね。お、オッケー、どうでしょうね。 JP 大興奮につき皆さん JP さんの興奮度合いを楽しみましょう。熱い熱い、ね、はい、そりゃテンション上がるよ。ルパンみたいにもっと派手だなって、紛らわしい吸引じゃなくてよくない、ギュンギュン言ってた、はい、入金の確定音なら世界の終わりみたいな音するだろうって言われてますよ。間違いないですよ、ね、JP さんどうも、何ダメなの、ダメだったらしい、あー徹夜かな、天運チャンスって言いますが、外れましたね。あ、ちょっとなんかまずいな、はい、ちょっと焦り始めましたね。さあ、まあ、ちょっと超ガラ、超ガラ、超ガラ、超超来た、お、なんだなんだ、あーキセルだ、これあーカコン来た、カコン来た、キセル、さあ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 、シャース来たぞ、ムック店長、ハンドルがね、はい、ブイーンって震えたんですよ。シャンスアップでしょうね、おそらくね、ハンドルブインブイーン、超来た、やばい、超フスマ、僕ちょっと終わりそうなんで、待て、ね、また続けましょう、あと40回ある、40回ある、そうっすね、うん、また緑です、ほんまっすね、な超にキセルとか余裕のリーチしかこうへん、はい、リーチちょっと弱いですね、ヤクモノ、はい、歌舞伎公園ですね。あんまり期待しすぎちゃダメってね言われてますけどね、どうなんでしょうかね。でもこれは期待するよね。緑行きましたね、マッチャン主任の、ハスの花や、ハスの花、ドクロの、あー、いかんか、ムック店長来たってね言われてますけどね。お、キセルの予告が一番好きだ、かっこいいよなってことで、そうですね、おうおうおう、これ期待したら何期待するの、店長の見せ場到来、さあどうだ、はい、残り1時間2人で出せば優勝できるってのやってますけどね。おお、店長来た、帰るわ、あっさり、こっからっす、こっからっす、はい、ダメダメ、今から今から、はい、おお、すごい、いや見事、おめでとうございます、さすが大東店、気持ちいい、そりゃそうっすよ、向井山お疲れ、いや僕もねここで続かないと、今日は店も多いなってね言われますよね。マイルキココもね、あー、行かない、あ、キココ、キココ来た、手を振ってますけど、キコ、やばい、はい、手振ってますけど、ムク店長おめでとう、店長おめでとう、さすが大東ってことで、あ、やばい、さあ残り、抹茶の残り30回今 ね、結構、はい、結構熱いの外したんですよ、そうですね、実は、あー、ST 入れてね店長ってね言われてますよね。あー、そう、はい、ST 入れなきゃダメですね、はい、そうですね、2人で一緒に行こうって、完全にキセルゲームやってね言われてますけどね、どうですかね。やっぱキセル来るとね、保留多少薄くても当たりますね、当たりましたね、まずい、
残り20回、さすが優勝候補ってね言われてますけどね。さあ残り20回、まっちゃんピンチですね。どうでしょうか、これピンチ、はい、いくのか、あかんパターン、あらーこれ行かない、あー行かない、きつい、 SP 獲得できず、待ってここめっちゃ重要やん俺、頑張って、もう満足やわ俺いやいやいや満足早いよ、してるみたいし、あー硬い、復活はーって言いますが、これ復活パターンもあるんでしたっかね、どうなんすかね、復活パターンの時はあれ基本的にV 入賞開きますからね、あーなるほど、うん、分かっちゃう部分があるんですけど、あーなしでしょうね、あー終わっちゃいましたね、時短で引き戻して気合でね、時短で引き戻せばええんやで、あーまっちゃん、あ、まっちゃんも終わる、まっちゃん、あー終わったー、くそー、まあ、2連の4942発ですね、4942ですね、はい、初当たり含めたら3連ですかね、そうですね、はい、一発あ初当たり含めたらっていうか、でもあれ別フラグなんじゃないの、あ、別なんですかね、一発単発引いて ST 入らずに時短の1回目で当てて2連、はい、2連ですね、なるほど、2連ですね、はいはい、下の表示の方は全部含めた数字になってたんで、はい、それを含めて4942、なるほど、ね、はい、あ、4942プラス896でいいのかな、いや、4942でトータルです、おっと、赤きた、全部合計になってんのあれ、はい、合計になってます、さっきあのカウント見たんですけど続きになってましたんでね、なるほど、はい、いや店長お願いします、赤保留ボナッチ核変入れんのその確率からいのってことで、55% ですかね、はい、一応ね、55%で、はい、図柄ぞろいの半分ですね、はい、はい、赤じゃないのこれ、赤です、赤です赤保留です、弱いで、なんてことないリーチに来そうやで、どうですかね、あー、ふすま普通ですね、赤山行けってね言ってますけども、何なの、赤、はい、弱いぞ、あと1万5000か、赤来たね、あんまり、はい、でもこれってストーリーリーチじゃないですか、いや違う、あ、違う、こっからやね、閉まってなんぼちやん、弱ーって言ってますが、弱い赤山弱すぎ、ワロータ、はい、なんか弱そう、なんか弱そうですね、はい、なんかね、赤の上がもう2個あるんで、金ともう1個、あ、そうなんですね、金と虎でしたかね、じゃあ赤自体はもう、うん、はい、大したことないね、他の台でいう緑ぐらいの感じなのかな、釣りかないねってね言われてますけどね、どうでしょうか、蝶柄があるんだ、向かって山って、蝶々と金だよって、あーなるほどね、時短中はリーチかかるだけで 60% あるでっていう方もいらっしゃいますね、そうなんだ、はい、先輩だけで十分熱いよってね言われてますけどね、俺もスケーモンみたいな名前が良かった、はい、あーだねどういうことですか、奥村スケーモン、奥村、奥村が向山スケーモンでみんな呼びにくい下の名前で呼びにくいですね、あ、残念ながら転敗しましたけどね、外れちゃいましたね、競技6文字の下の名前ってなかなかないですからねスケーモンわらわら、スケベモン、スケベモンって言われてますけどねスケちゃんわらわらって、あ、リーチが熱いっていいなってことで、確かにこれはね、いいですね、時短中ね、それだけで 60% っていうのはかなり熱いですけども、残念ながら外れちゃいましたね、東北に気候が欲しいな、ありがとうございます、向かい山スケベモとかね、いろいろ言われてますけど、ね、今合計何発ということで、今で、マッチャー主任の方が4942発の、はい、ムック店長が896発ですね、はい、はい、で合計合わせて5838発ですね、なるほど、はい、もう野崎抜いちゃった、抜きました、もう抜きました、はい、再開はありません、はい、あっさり ねちょろいもんですよ、あっさりね、抜きされる、ね、日曜日の立場がって感じですけどね、はい、ちょろすぎるわ、あんだけオープニング時間使ったのに、ね、すぐ抜いちゃうっていう、確かに余裕のよっちゃんですね、確かにかわいい1時間いらんかった、ね、はい、1を超えましたってやってますけどね、はい、たけしでいいやん、向山スケモンって、向山さん、昨日朝一一緒に腕組んでて歩いたあの女の人は彼女とか言ってますよ朝一に腕なんて組んでますもうみんな、どんな状況やん、適当なことばっかりかけてますよね、ってことは赤堀 60% 以上ってことかってね言ってますか、どうなんですかね、知人に春之助ならいる春之助ってなかなかすごいですけど、よろしくお伝えください、そうですね、はい、お伝えください、
罰ゲーム回避ガッテンショーツノスケっておるんで、あ、なんかねそういう名前いるって聞きますけどね、バカアクホリューバカ向山武史、せっかく15分のハンデあげたのに ね、 ね、そうですね、いやほんまそうです、はい、たこ焼きのアイスバケチャレンジ見れるのか、で店長のヤニの時発動ですかエクセルの時みたいな、もうねこの時短抜けたら、はい、もう無理ですよ、活動限界来てますから、あ、そうですかヤニの時、ヤニの時発動です、ね、あのキセルではないけどね吸いに行くということで、どうでしょうね、緑に変えてくれた、うまいね、時短絶対リーチ来へんもん、リーチになるだけでちょっと期待できるみたいな熱い形なんですかね、全然リーチにならへん、まだ残りあと40回ですけどもね、さっきの赤堀は熱かったよね、じゃそうですね、大チャンスだって言っていいんじゃなかったでしょうかね、多分ね、何にも起こらへん、やっぱ淡々とね、淡々と消化していると言ってる感じですけどね、しんのすけならいるけど JP さんとチェンジタイムかな、俺の名前は順之助って、ね、ヤニゾーンって、ね、タバコ吸いながら打っていいよ1時だからヤニ行かないと、なにテンション上がってきた、男は黙ってせヤニじゃないよ、ね、タバコ吸いながら打てばねやってますけどね、店長ヤニタイムだよって、最近はもうみんなが店長よりも先にね店長のタバコタイムを心配してくれるという、ね、ほんまにそう、はい、そうでしょ、みんなね1時前になったらコメントがバンバン来るんですよ、ね、はい、そろそろみたいな、1時だよみたいな、いつからこうなったの、はい、優しいんですよ ね、 ね、みんな優しいですよ、ね、心優しい、はい、よくご存知で、ドヤタバコを強いキセルが強いから保留だけは弱いよってことで、確かにね、時短中だとはいえもう一つなんか欲しいとか、ね、予告は別に弱くていいと、はい、そうですね、とにかくキセルがあればですかね、まあ、全て覆すみたいな、 70% ですから、はい、ねえ、そうですね、うん、店長スルーはダメよダメダメ、本当にキセル待ちだよなってね言ってますけどね、ダニーってやってますが、どうでしょうか、あと7回6回5回、いや、さあ時短するっぽい、いいのよもう、まあそうっすよ、うん、まあ野崎抜いたんだよね、そう、そこやったからね、もう野崎抜いてましたから、ね、そこ目標、目標低くねそれ、いや、まずはってことですよ、ね、まずは第一段階、まずは第一段階、あー終わっちゃいましたね、あー終了ですね、はい、そう、この状態でずっと右打ってたんですよね、そうですね、うん、そうすると怒られるんですけど、そうそうそう、左打ちに戻すんだ、ほら、ね、それで当たるっていうね、そうそうそう、さあ、はい、左打ちに戻すんだ、あのね、ちゃうんですよ、はい、僕よりね、JP さんが打ちたそうにしてるんで、まあ、それは間違いないそうなんですよ、猛烈に打ちたそうだ、そうなんですよぶっちゃけね、はい、JP さんがね、はい、すんごい打ちたそうにしてるんで、あ、JP さんただ打ちの時間ですね、なんかいい、はい、ね、すごい言い出しされた気もしますけど、そうなんですよ、だからね、ちょっと JP さんに代わってあげようかなと、そうです、ね、優しさですよ、はい、私はありがとうございます、はい、優しさ感じた、はい、まあ、でしょ、じゃあ行きます、じゃあコーヒー買いに行こう、はい、じゃあね、ここからは、エンデック軍が大打ちということで、はい、ピッチヒッターでーす、はい、お願いいたします、どうでしょうかね、 JP さん名前出しておこうかな、じゃあな、ちょっと待ってね。あった。はい。後ほどね、また店長が戻ってきたら、はい、あの交代していただくと、交代という、ね、はい、いう形でね、お願いいたします。さあ、JP おじさん、おらおら、ダディよかったね。ってね、言ってませんね。キセル乗車はダメだよ。店長何吸ってるのか。後期って結構重要ですかって言われてますが、後期だけだと全然全く、そうですね、後期オンリーだと弱い形になっちゃうんですよね、はい、弱いんじゃないかなって感じですかね、店長1日タバコ何箱吸うんですかって言われてますよ、何箱も吸わないですよ、1箱ぐらい、1箱弱です、1箱も吸わないという感じらしいですよ、キセルがあれば何でも当たる、元気ですか、何、本当にそうですね、野崎が踏み台になってるな今回の企画って言われてますけど、そうですね、店長言ってらーって左へ戻せがうるさい、わらわら、 JP さんただ打つの時間ですよ、うるさい、はい、森口に抜かれないように頑張ろうよということでね、そうですね、はい、そうですね、ぜひ、記録ね打ち立てていただければと思いますけどもね、またただ打ち JP か、ただ打つの時間、ただ打つの時間だね、店長言ってらっしゃる、いやでもスルーダメやったな、はい、2連ぐらいじゃダメっすね、そうですね、一応平均では 85% ということで、まあ6連、5、6連っていうのはあるみたいですけどもね、はい、そんぐらいはさせないと、どうでしょうね、あかんかったな、 JP 自重しろよ、ここから本編だから優しいね、ただ打つ JP 間違いない、遠隔スイッチ押しに行ったムックって言ってましたね、 JP おじさん、ダディよかったね、
店長も、まっちゃんもし1位になったらどんな罰ゲームを考えてますかということで、1位になったらですね、どうしようかな、好きな罰ゲームをやらせることができるという形なんですが、どうしますか。私やったら、はい、私やったら24時間マラソンさせます。最悪だ。24時間マラソン恐ろしいな。番組で追っかけれないのに映ってないところでやれみたいな。いやそうだ、ね、JP さん熱い、これ大不変ものゾーン入りました、JP 熱い。ただアカンなんですよね、はい、2連で終わらないでほしい。あっそう、鬼かどうすか、どうした、スタメン、ギジさん、ギジさん、ギジさんお願いします。いいんじゃないですか、キセルがあれば、キセルがあれば、はい、赤に変わるかもよ。おー、金金金ですよ、いいっすよ。 JP さんあるであるでってね、金金金ですね、はい、金金金金はいいよ。あ、あー、お、金ときましたよ。おー、赤、赤赤堀、はい、熱い、はい、お願いします、よろしくどうぞ。さあ、金にで 50%、 なるほど。あー、ふすまはノーマル、あー、シリスボミか、これシリスボミっぽいな。行かれる年へ、これ、これでも微妙ですね、これね。まあ、発展はするんでしょうけど、はい、若干シリスボミな感じがしますが、キセルこねーって、はい、白ふすまわらわらわらって言ってます。これは厳しそうかな、はい、そうですね、出てました、暗い上がれ出ましたね、はい、ダディ昨日も打ちたそうに見てたもんねってことで、そうですね、はい、昨日はジャグラー打ってましたけどね、はい、アイスバケツは2000個目以上ということでね、そうですね、2000個目超えたらアイスバケツということなんですが、はい、まあ、これはもう問題なく超えそうですね、今もう1200来てますんでね。あ、そんなにあるか、しょんべんネポ来ましたね、はい、暗い上がれですけど、あ、どうすか、さあ、ちょっと不安、2人で水攻めするというひどい、あ、ナイスね、青かったナイスは、はい、ナイスナイス、はい、まあ、どんどん弱くなっていく感じですけどね、これね、うん、それは知らない、弱いね、襖で熱い殴りがぶった切られた、うん、知らないですね、あ、うん、なんかどんどん弱くなっていく感じって だいたいダメですよ、だいたいダメですね、汚い、ね、うん、リーチだ、納得の外れでしたね、これはね、そうですね、はい、最初あの眠りを覚ますようなこう予告だけ来るパターンですね、そうですね、はい、壮大な尻すぼみすぎてひどいってね、やってますけどね、うん、そうですね、そんなもんです、はい、はい、ね、最初ちょっと暑いんじゃないかということで、あのコメント欄もガヤガヤ、ね、いや予告は全然暑い方だった、先読み入ったんでね、はい、しかも金金金、金ね、セリフが金金、セリフが金金でしたね、赤堀金で 50% ってね言われてますけどね、うん、悪くなかったんですけど ね、全然悪くなかったんですけどね、まあ、キセルさえあればってことで、あとプラスキセル欲しかったんですけど、ね、そうですね、今回の台はキセル待ちか、ね、金金は暑いって言われてますよね、金金 50% キセル来ねーってことで、そうですね、罰ゲームは自転車に乗って大阪気候な全て回るがいいんじゃない、それ回ってもらうのはいいんですけど、それ罰ゲームにするんであれば何か誰かしらがついてって収録しないといけないと思うんですけど、そういう形になりますんでね、はい、それは誰が行くのかって話ですよ ね、 これね、嫌な予感しかしないんですけどね、これね、どうでしょうかね、介護の AV が好きです、ありがとうございます。キセルないから外れても諦められるなということで、まあまあそうですね、そこら辺をこう基準にして、はい、あの考えてると結構こうさっくりとした作りだなとは思いますよね。なる、確かに確かに、そうですね、マイマイにも打たせてあげてて、今日マイマイ来てますね、島で熱い流れがぶった切られたな、そうですね、台がしょぼくなってきた、暗い上がれボロン、そうですね、今日桜井さん着替え持ってきたということで、お、赤の、なんだなんだ、漫画どうでしょうかね、え、いや、ただ青保留なんですよね、ざわついてはいますけどね、 JP さんの方はね、台はね、 JP さん頼みますよ、はい、すみません、はい、打たせないですよ、今日当てないと、ね、ただただ打ちするだけだったらね、誰でもできますよ ね、 そうね、はい、役立ってもらわないと、確かに確かに、はい、さあ 2D 素晴らしき煽りゼロ距離ならばって、3000個目いったら JP さんもご一緒に笑ってやってますよね、淡い期待を叩き潰すシリースボミを食らいやがれってことですね、間違いないですね、頭にカメラでいいんじゃない、松浦が回ればいいんじゃないって、いや、なんで俺が一緒に罰ゲームしないといけないんだよ、ほんまやね、はい、つうか松浦さんの罰ゲームないってこと、いや、なんで俺罰ゲームしないといけない、いやいやいや、何を言ってるんですか、曜日対抗、うん、新花の刑事出玉バトルですよ、じゃあ松浦さんは何をするんですかっていう話になってくるじゃないですか、何もしないよ別にえ、なんでですか、僕らだけそんな危険を
危険をなんかやらされて曜日対抗で罰ゲームさせられて、はい、松浦さん何するんですか。はあ、じゃあもうやめるか曜日やるよやるよっていうかもう勝ってるしね。確かにね負けではないまあ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 、うん、まあ罰ゲームやる感じにはならないんじゃないかなと思いますけどね。いやいや、まあ、1位になったらなんかねやらせることができるんで。だから1位になった店舗が松浦さんの罰ゲームも決めたらいいじゃないですか。はあ、そんなもんそれやったら僕今から本気でやりますあ、そう、じゃあ本気でやってくださいよ。とっとと本当に本気でやりますよ。本気でやればいいじゃない。松浦さん頑張っておかしいだろう。そうでしょ、はい、そんなの松浦さんのね、はい、罰ゲームないなんておかしな話ですよ。いやいやいや、何でね気候なだけやらなダメなんですか。いや松浦さん何するんですか。エンデックの罰ゲームはってなるじゃないですか。ならないよそんなん、はい、最下位の曜日の MC も罰ゲームやろう。そうでやばいね、俺食らう可能性が高いじゃん。いやそれはそうですよね。日曜あ、それいいですね。最下位の曜日の MC も罰ゲームですよね、はい、そりゃそうでしょう。そんなもん日曜確かに MC がねやっぱり持ってないってこともあるんで、それはありますよ、完全にとばっちり。そりゃそうですよ。そりゃそうだが、それがいいですよ。いやいや、何でもそう言ってまとめようとできます。いや、そうしましょう。決定。連帯責任。MC の責任ってこともあるもんね。あるある。ないよ。隣組じゃねえよ。うん、決定だよ、はい、もう。そうだ、決定事項です。意味がわかんない。そうしましょう。せやなってみんな言ってるからね。じゃ歌わせてくださいよ。MC 巻き込みだよ、当然。いやいや。ダメですよ。じゃあ、エンデックはどっかで、はい、生でね、自分のお金で、ね、自腹で、自腹で携帯で配信しながら自腹でね、はい、意味がわかんない。いや、関東の方見てきたけどガンガン当たってた。こっちはどうですかということで、関東もね今日はあの気候のチャンネル関東版の方もケージやってるみたいですけども、あ、やってるんですか。ガンガン当たってるということなんですが、今日は大東の方は初当たり今何回、3回、おっと、金ふすま、どうですか。マジ？お、お客さんどうですか。突然の金ふすまですが、赤字。うん、突然ですね、はい。突然の金ふすま、熱そう。どうでしょうかね。お、あ、いや青ですよ。うん、弱い。まだまだ。いやいや、今からでしょ。まだまだまだ。まだ疑似って疑似。まだまだ興奮するのはまだ早い。はい。疑似りますね。そうですね。疑似って。今日当たりは今のところまだ2回だけ。まっちゃんの2回。テンドが1回です、ね、3回か、合計3回というね、もう一丁、はい、いう感じですが、あっといった、見て、あっ、違う、上がって、上がって、はい、もう一丁、赤、攻めて赤、おお、よいしょ、熱そう、熱そう、あるよ、これは、はい、ある、頼ます、うん、それはあるよ、どうでしょうね、あ、うわ、ぶった切れた、これ、あ、通常、ふすま、ピシャン。あ、これは弱い、弱い、あ、弱いですね、はい、これはダメそうやな、ダメそうな感じですね。あ、少なくとも JP は打ってるから責任あるでしょうということで、まあ、これは間違いないですよねこれね、はい、いやいや JP さんに責任はないです。いや、そうなんだ、え、ないです。やっぱ MC っていうね、はい、やっぱりそこは責任のある人がやっぱりやらないと。ああ、そう、ムック店長悪魔やな、ね、悪魔ですね、悪魔ちゃいますよ、はい、この天使のようなスマイル見てください。いや、その奥にね、あ、歌舞伎ごめんですね、あ、役物一応来ましたけどね、はい、あ、リーチ熱い熱いやつに来ましたね、行きましたけど、はい、熱いよリーチは、風魔でしょ、はい、初代やったらもう激熱、ね、激熱リーチ、はい、2代目ですよね、はい、赤字熱いでしょう、初代継承してれば。これ外れるんですよね、これね、普通にね、これもよくあの爆発しましたけどね、そうやね、ボーンボーンって、ね、爆弾ね、はい、JP 外れたらアイスバケツいけー、はい、さあ切れるか、あ、転運ボタンじゃない、あ、やっぱりそうですよね、あ、うん、爆破しますよね、あ、残念、チュドーンってことで、あ、こうなりますし、そうなりますね、あ、止まりましたね、はい、ステマルのアップになるよ、やばいってことで予言しちゃいますけどね、まさにそんな感じでしたね、じゃあムックも当然責任あるよね、そうですね、ないよ、はい、この来たこのリーチ何回外したか、うん、はい、結構外します、コンサートは、ね、あ、金ふすま始まりは前回作から寒かった気がするって、ね、あ、そうなんですね、あ、なんかね、ボム、うん、キセルがなって、松永かな、チュドン、爆破、JP、ジュドン、アイスバケツ、うん、はい、松浦さんは罰ゲームのために生まれてきたんですよ。そうです、ひどい、ひどい、その通り、よくご存知で、はい、曜日対抗フューチャリング松浦さん、わらわら、完全に飛ばっていただいておりますけど、ね、うわ、はい、ひどいな、これひどいです、ね、お、金、いきなり金いきましたね、普通金、普通金ですね、はい、お、
議事。なになになに。お、あ、議事、議事ですね。議事3ですね、これで。あ、これで議事さん。議事さん。はい。初めに盛り上がって尻すぼみっていうパティン多いよねってやつがね。前赤やったよ。熱い。お、金金金でしょ。金の金金金でしょ。お、金金。金金。金金。金の玉茶は。何言ってるんですかね。突然何を。金枠。金ゼリフですけどね。どうでしょうか。セルなし。前半釣り多いなーって。目覚ましの金粉コンコン濃いコンコン、はい、赤コンコン濃い赤いかない。あー、トシエさんどうでしょうね。トシエさん今保留が1個だったよね。それは弱いよってこと。あー、なるほどね。本時期の ST 中のガロン保留外したわってこと。え、そんなの外れんの。スリスボミには干潮しないよ。テクスマ次第で、ね、キセールあればあるでないでってことなんですが、キセールはないというね感じですよね。はい、ダメか。弱いな。下コンコンはいるな。ベースは悪くなさそうだから引き勝負だねってこと。そうですね。さあどうでしょうかね。介護物の AV が好きです。特に余命が相手するやつ。桜スーパーとキセルって複合するのってことなんですが、桜スーパーって何ですか。ちょっとわかんないですけどね。またこれ暗い上がれですけどもね。弱いね。弱い。青。弱いですね。弱いわ。トシイエさん脱ぎすぎです。はい、またお小水か。間違いないですね。弱いですね。お小水ではですね。はい。これしゃあないですね。それはしゃあないです。だね。あかんね、JP さん。はい。ちょっといかんですね。個体です。はい。あーよろしく。今日は頑張って打ちましょう。はい、店長が。あ、7のリーチは激アツって書いてある。対抗戦なんでね、店長打たないとね。うん。はい。なぎり変や。そうですね。結局キセル待ちか。あ、やっぱりね、ちょっとざわつき始めてるわ。ミド保留。ミド保留。お、赤か。赤。赤保留に変化しましたね。変われ。さらに。はい、あ、ブルッタ。熱い熱い、ブルッタ熱い。先ほどもブルッタ当たったからハンドルバイブ、これいいんじゃないですか。ハンドルバイブってハンドルバイブよろしくない。ハンドルバイブ本丸ゾーン、本丸ゾーン、はい、熱い。あ、本丸ゾーン行きましたね。本丸ゾーン何、はい、ハンドルバイブからの本丸ゾーン言い方、本丸を目指せなんで急に下に走り出すのかよくわかんない。突然走り出したね。テンションがわかんないよ。あ、なった、なった、なった。これはなった。なりました、なりました。これもなりましたね。これはなったよ。これはなったよ。今なったよね。なりました、なりました。今のはなった。今のはなりましたね。これはなりましたね。ハンドルバイブからの本丸ゾーン。キュインキュイン。確定。最悪や。レインボーですね。大枠レインボーですね、もうね、これね。うん。確定。最悪や。本丸ゾーンからのキュインキュインキュインの大枠レインボー続けて言ってるだけで言ってるだけノリだけで面白くなってる。言いたいだけやハンドルバイブからのだんだん言ってて自分が面白くなってきたパターンですよ、これね。本丸ゾーンの本丸ゾーンからのキュインキュインの大枠レインボーね。はい、それは熱いわな、はい、これはねこれは来ますね、はい、来ますってか、もうこれは確定ですね。そんなもんね、はい、お見事ですね。キュインキュインなってますからね。急にみんな元気になった。はい、はい、店長ヤニじゃなくて危ない薬吸ってきただろうって名言言われました。いやだってそんな面白いことあった今言っていくだけでめっちゃ面白い。並べただけ並べただけでこんな笑える、はい、言いたいだけ、ね、はい、普通のこと言ってんのよ。面白く聞こえる夜中のテンションって、ね、はい、完璧な吸引確定音きたー。これ ST は関係ないですか。 ST どうなんですかね。関係ないないと思いますね。じゃないでしょうかね。あくまであの後のよくあるのがやっぱり復活から当たった時 ST 行くとかね、はい、やっぱよくある。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。いや、左手でガッツポーズが出ましたね。いや、さっき ST 外してるんで、はい、今度こそはね、50% なんでね、確率通りなら、はい、まあ、2回に1回はね、2回に1回は入るんで、はい、そうですね。ここね、変な風に確率が偏らないでほしい。さあ、どうだ。あ、深夜の謎の面白いだけ深夜独特の笑いのツボに入った、確かにね、はい、それはね。だけど、ハンドルバイブはやっぱ熱いよ。ハンドルバイブ、はい、ハンドルバイブからの本丸ゾーンはめっちゃ熱い。めっちゃ熱い。さあ、まっちゃん構えてくださいよ。キンキンやからね、はい、ここ大事、めっちゃ大事、はい、これは入れたいですね。これめっちゃ大事、はい、よし行くぜ。ぜひ入れたい。
ここですよ勝負どころ、はい、2人だけ、はいはい、来たね、この時間ね、はい、ここで入らないともうね、もうちょっときついっすね、もうトップは無理やね、厳しいですね、まあ、まだ1時19分ということで、あと40分ほど、ね、はい、ありますからね、はい、入ったら消化十分いきますよ、はい、はい、入れて入れてってね、やってますけどね、手前にも分かりますけど、いくぜー、さあ来るか、あれ、おー、お見事、来ました、よし、来ました、よし、見事ですね、ありがとうございます、ハンドルバイブからのあれ今バイブしてないです、はいはい、会議であったということで、はい、見事やっぱりね、はい、V 行きましたね、はい、おめでとうございます、はい、そうなるよ、そうなります、ハンドルバイブからの本丸ゾーンは会議であったって言われるっていうねハンドルバイブからの本丸ゾーンは大義であった、本丸ゾーンは大義であった、最後最後落ちになるね、うん、はい、やったねということで、素晴らしい、ありがとうございます、はい、遠隔ゾーンとかね言われてますけどね、あと40分ということで、40分あったら結構いけますからね、いけますいけます、全然いけますよ、はい、どうしようかな、どれでいきますか、歌舞伎型、歌舞伎型、京都もそうですね、はい、歌舞伎型でいきましょう、はい、久子さんの息子おめでとうってねやってますよね、そうですね、周りくどい、ま、久子ぶるってるんちゃう今久子バイブが起きてるかもしれない、 いや、 やめてやめて、はい、久子バイブって、はい、想像したくもないわ、はい、右手ブルブル OK って、そうですね、ここで店長も暑さは分からなくなるぞって、ね、言われてますけどね、よし、ここはこっからや、巻き返しが始まる、縄文見せてやという方もいらっしゃいますけど、縄文はねさっきねお見せしたんで、じゃあ今度は、京都ということで ね、 そうですね、次当てたら、はい、じゃあ縄文また戻しましょうかね、はい、行きたいと思います、はい、ハンドルバイブからの本丸ゾーンの信頼度は 98% って言われて激アツすぎるやろそれ、はい、言われてますけどね、とね、わらわら久子さんやりました、久子の親の孫おめでとうおめでとう B さん、あ、そうです、わろた、周りくどいわ、はい、告知は選んではいけませんってこと、あ、完全一発告知タイプはねやめといた方がいいんじゃないかって、あ、そうですね、さっきそれで終わりましたからね、呪わ、はい、れてるかもしれない、はい、もう二度と選びません、まっちゃんおめえってね言われてますけどね、ありがとうございます、どうでしょうかね、さあこれが何連するかというところですけども、はい、頑張っていきますよ、はい、どうですかね、やっぱねこうね、はい、にぎやかじゃないとね序盤から、まあまあね、 ST はおーおーっと、飛び切りすげえ、バイブ来てた、バイブ今ハンドルバイブでしたね本当にハンドルバイブ来てました、あ、来てま、あの、あ、なるほど、告知と一緒に、あ、なるほど、一発でしたね今、一撃で来ましたね、いきなり、5年ボーナスということ、これ4ラウンドですか、はい、これはどうなんでしょう、5面ボーナスなんで、はい、4ラウンドかな、あ、これ16だよって方もいらっしゃる、16ですか、あ、なるほど、あ、さっき16、あ、ゼロ、ね、ランプ16、はい、ランプ16ですね、うん、16確定音、へハンドルバイブからのってみんなハンドルバイブね、だいもう 気に入ったみたいですけど、ね、ハンドルバイブはやっぱ16ラウンドです、なるほどね、大義であった、はい、大義であったね、あー、V、昇格だねってことで、そうですね、これ1位になれるんじゃないということで、可能性あります、はい、十分あります、とりあえず1万発はもう見えましたね、そうですね、はい、まずは2万発オーバーでね、月曜日をまずは、あ、違うや、4ラウンド4でしょ、あ、 4ですよね、あ、 4, 4ボーナス4のはずなんですよ、4ラウンドそうなの、昇格ないんですね、あ、4で光ってたわ、あれ昇格なしだ、4ラウンドじゃんってことで、うん、4ラウンドだったみたいですね、なんだ、はい、まあまあまあ、まあ、連チャンさせることも ね、 そうですね、そう、当てるのが大事、はい、当てるのが、そうですね、って、ね、言われてますけどね、壺に入らないよね、あった青保留からのからの上がるか、うん、上がらない、青ではリーチにもならないですね、そうですね、うわー、この曲はテンションは、この曲がええよね、テンション上がるわ、角田さんやんね、この前心斎橋でライブされてたらしいですけどね、あ、そうなんだ、16日に、はい、あのこの新花の刑事のこう全国ツアーやってはるらしい、はい、ハンドルバイブからの男が燃えるもう言いたいだけで別にバイブしてないしまだ寝てない人の急に下ネタ入ってよくわかんないテンションですよ、はい、5面ボーナスは4ラウンド各編ですね、基本的に、で16ラウンド各編もあります、あ、はい、で歌舞伎5面ボーナスになると16ラウンドは 確定しますね、なるほど、はい、今回で曲変えられるのって言われてもいいんですか、あ、変えれます、変更できる、はい、ってことらしいですけどね。よし、もう一丁。もう、よし、緑。もう一丁、まあまあ。今日乳銀の犬はいないの、まあ、ってことでね。乳銀の犬は今日は残念ながら来ておりません。はい。ワンポーン。
さあ、6テンパイするか。あ、来ましたね、テンパイ。しましたね。まずはテンパイ。はい。どうかな。俺は大好きだぞ、そういうネタ。テレビだと。はい。ムック店長はベッドの上ではロング ST だって聞いたんですけど本当ですか。ほら、正解です。みんながね、否定しない、下方向に正解です。 999ST です。だいぶ長いね。長っ。長っ。もやかくつは飽きられるだろ。ああ、来ない。そう簡単には当たってくれた。ウエスカー登場。どうもー。あ、こんばんは。急遽こんばんはーって、はい、なんでリスナーみたいになって来ましたけども、久々の登場ですけども、登場ですね、はい、だいぶ久々ですね。そうですね、だいぶ久々ですね、はい、元気だったんですか。新年初めてじゃない、夜の放送出るの。前あれエンデックの事務所乗り込んだやつでしたっけ。 あれは新年ですね。木曜日ね、あのツジェルの放送の前に、おお、はい、あ、何今の桜みたいなの着てた、はい、もう確定みたいなもんですよ。もう確定でしょ、これは。はい。また痩せたとかね、ハゲとかね、言われてますけどね。富田正郎さん、変わらずのこの扱いが。はい。はい、なんだっけ、名前を思い出せない。忙しいハゲとか言われてますけど。はい、そう、はい。言われようが。ですか、今まで何してたーって言われてますよ。はい。はい、今まで何してたーって、久しぶりすぎる。はい。そうです。体勢かーって。はい。はい。スジェルの告知の日でしたね。って言われてますよね。あ、そうですね。はい。言われてますけど。ちょっとお忙しいということでね。ちょっとしょっぱい新年会になっちゃいましたけどね。ねえ。ああ、見事。オッケー。見事だよね。お、緑保留。これ。お、今日はね、曜日対抗新花のケージ出玉バトルということで、はい、今週1週間、すべてのね、お店の放送で、CR 新花のケージを打ってですね、はい、どのお店が一番玉を出すことができるかというね。今はどこが記録持ってるんですか。今はですね、昨日の月曜日が、まだあの2つしかやってない、日曜日と月曜日しかやってないんですが、ですね、昨日の日曜、月曜日がですね、かなりの好記録、2万発オーバーというね、好記録を、はい、出しまして、暫定1位なんですが、2人でってことですか、それとも1人で。2人で、2人で、はい、合計でというねルールなんですが、今日もね大当店なかなか今好記録が生まれるんじゃないかというね、そうですね、とこになっておりますけども、 ST 入ってますんで、こっからはね。ただね、また4ラウンドでしたね。16ね、欲しいとこですけどね。いや、3対7なんでね、はい、はい、16は7割あるんで。そうですね、まっちゃんかっこいいやって、ウェスカアイスバケツしに来たのってことで、アイスバケツチャレンジね。いや、なんかそういうのは聞いてませんから、はい、聞いてない、やらない、そうなんですかね、4ラウンドか、はい、コメントが多ければやるね。この前なんかお湯でやってたっていう生ぬるい、だからお湯じゃないって、水なんですけど、水ですね。外が寒すぎて、湯気が、マネージャー生ぬるいとか言ったらやらされる。やらされる、やらされるよ。いや、その流れになりそうな気しますね。そういう流れになります。はい、ですか、何個目ですんのってことでね。先週は2000個目でムク店長がやって、4000個目で俺がやるって言ったら、5600個目ぐらいですね、コメントぐらいいただいて。そうですね、どこですか。はい、先週ね、あ、これね、はい、いただいてという形だったんですけど、今週はね、2000個目超えるともうまっちゃんがやるっていうことになってるんですけど、はい、もう2000もいただけたらね、はい、やりますよ。ですか、やりに来たんでしょうって言われてます。もうお水は準備してありますよ。何の笑いや。久しぶりな感じですね。意図が読み取れないですね。確かに、はい、東京砂漠ってね、歌ってる人います、ね、本能寺の変、本能寺の変、あ、そう、なんか良さそうですね。厚毛じゃないですか、あれですよね、刑事って言ったら、僕はあのやっぱ首下せよが、旦那首下せよっていう、 ありますね、あれがね、はい、コウモリがいいよね。行きたいようで被ってねとかね、やってますけどね。、はい、ウェスカアイスバケツ買って、ウェスカさん一発芸やって、あ、チューも緑おんね、奥には緑保留が控えてますね。はい、これはね、もう一丁いかないとダメですよね。ウェスカー体大丈夫とか言われてますけどね、東北限定サクランボハイチュウ差し入れたいなって言ってます。ありがとうございます、本当に、ね、いいですね、はい、僕ハイチュウ大好きなんで、ね、お菓子大好きウェスカーですね。ハイチュウ食べすぎて、はい、あの狩り場とか金歯取れるっていうね、まあ、お約束ですけどね。ついてね、抜けちゃうってやつですけどね。すぐ取れるから、はい、最近体にウェスカーが足りなかったら、ここで充電しとくわってことで、またうまいこと言って、もうなんかキャバクラで使うようなセリフになってますけど、本当にね。明日ね、一応、久々の面白会社説明会を。ああ、そうや、はい、僕はその告知に来たんですよ。そう、何の告知に来たんですか。明日のね、はい、久々に会社説明会再開と、
一応ね、私も出演ということで。そうなんですよ、ウェスカーがね、もうあまりにも忙しいということで、月1でね、やるという形になりまして、明日、1月の、面白会社説明会、そうですね、はい、鶴見店で、はい、聞こうな鶴見店の方からね、からはい、放送しまして、はい、時間がね、若干変更になりまして、夜の8時から放送させていただく予定になってますんでね、ぜひ、夜の8時から、2時間ぐらいですかね、放送しますんで、そうですね、はいはい、遊びに来ていただいて、ウエスカーね、たっぷり2時間、番組やっていただければと思いますんで、久々にね、喋るんで、はい、楽しみです。そうですね、はい、はい、久々やーんってね、言われてますけどね、明日やるんやーって、久々です。はい、ぜひやばい、よろしくお願いいたします。おすすめのお菓子、あ、ね、ウェスカーいろいろお菓子好きですけどね。まあそうですね、はい、ウェスカーは今回の人事異動どう思ってるということで、結構ね、衝撃的な人事がね、いろいろあって、皆さんね、こう、キコナチャンネルの視聴者さんびっくりしてるみたいなんですけども、まあ、そうですよ、はい、どうですかね、まあ、会社の、ね、方針で、まあ、キコナチャンネル以外のね、お仕事も大事なお仕事がたくさんありますんでね、はい、なかなか難しいところではあるんですけども、まあね、新しい店長さんとか異動になったお店でね、あ、また放送出ていただいたりとかね、東さんの、梅北の、ね、店長の話ももう出てましたけども、まあ公でのねコメントはちょっと差し控えさせていただこうかなと思いますけど、はい、お、なんでですか。まあ悲しいですけどね、残念な限りですけど、はい、まあね、ぜひね、頑張っていただければという感じでしょうね、はい、あー来ない。来ないね、やばい。どうですかね、あと50、あれ外れる、あれ外れたか、先読み4あったんですけど ねあれ外れるか。森口の新しい店長さんはまだ発表になってないんでしたっけ。いや、なってますよ、もう。あ、もうなってるんですか、はい、もう言っていいんですか。ええ、森口の店長さんはどんな人みたいなね、コメントが今、まあ、逆にちょっと楽しみにしていただいても。あ、そうですね、一応本人は木曜の放送には顔出すと、はい、言ってました、はい、言ってました。なるほどなるほど、じゃあ次の木曜、まあ、明後日知る人ぞ知るという方ではないでしょうか。なるほどなるほど、はい、明後日の、ね、放送で、ぜひご期待いただければという感じですかね、そうですね、はい、なっております。ウェスカーバケチャレ、森口の店長って誰になったの、明日は会議やの、ニコ生配信してないところの人ってドヤ目線で外れそうですね、なんでちらっとこっち見たのねってね、やってますからね。ウェスカーお年玉ちょうだい。僕が欲しいわ。誰だよって感じ、ね、俺が欲しいわ、はい、そうですね、ドヤ顔からの移動をいつまでもぐちぐち言っても仕方ないだろうと。まあまあ確かにそうですね、まあまあそうですね、はい、まあ知事でもね、はい、辛い言いながらも新天地で、ね、新しいあのエビエ店でね、はい、頑張っていきたいと、成績を残してくれることかと、そうですね、思いますので、はい、ウェスカーも人事に関わってるのって言ってますが、まあ、これはみんな総合的に判断してっていう感じですかね。ツジェルはウェスカーの担当区域に移動なのってことで、また別の区域になるんですか、あのエビエ店は。そうですね、はい、まあまあでも、そんな遠い場所ではないですから。そうですね、はい、はい、もうエリアが変わると完全にこう交流がなくなるってわけではもちろんないですからね。いやいや、そこはもう全く、はい、ね、そういう問題ではない、はい、キコナのエリアの中、はい、あのキコナのグループですからね、はい、問題ないという形ですね、はい、まあ、逆に心配していただいてね、皆さん、そうですね、ありがたいなと思う、はい、彼も本当喜ぶと思います。そうですね、なっております。パッチャーの移動に興味はない、ありがとうございます、どうでもいいな、森口いけど見つけられなかったよって、ね、教えてくれないと明日行かないぞってことで、じゃあ明日ぜひ来てくださいね、お店でね、いやいやいや、はい、エビエやった細谷店長はってことで、細谷店長もまた別のお店に移動という形ですね。そうですね、はい、なっております。まあ、もともとね、ムック店長がエビエにいましたから。そうなんですよ、ね、ムック店長ね、エビエからこの大東に、来たという形ですからね。うるさい、はい、そうです、はい、なんか急に口数減りました。お、あ、何、お、赤、はい、しかしまっちゃんピンチだ、まっちゃん大ピンチだ。残り5回、もう厳しい。あ、店長はどうでしょうかね。店長は厚毛、はい、かな、なんなん、これはムック店長熱いんですか。これ若干熱そうですけどね。いや、あーと、まっちゃん終わってしまった。あ、歌舞伎物っぽい人。1946ですね。はい、1946ですね。はい、弱い、伸ばせないね。4連、5連です。5連ですかね、はいはい、でも4ラウンドばっかりです。4ラウンドも嵐でしたね。やっぱ偏るとき偏りますね。16が来ないですね。これ熱いんじゃないですか、ムック店長は。熱そうですけどね。ただ保留の変化がないんですよね、現状ね。これは熱くないです。熱くない、熱くない、はい、まあやっぱりキセルもね、なかったですしね。
弱い方なんで、ですかね。あ、弱いんですかね、これ。みたいですね。岩部のローリング攻撃は炸裂しておりますけども。あ、継続 85% と16ラウンド 70% の現実がこれかということでね、まあ、偏るところなんですよ ね偏っちゃいましたね、はい。ST とはそういうもんですから、儚いもんですからST についてそう人生を感じたみたいなね、コメントになってますけど、あ、俺らはパチョンみたいでありがとうございます。ということは集結 SP に出演経験ある人か、でドヤ顔が寂しすぎるでもあっちゃうって、ね、言われてますけどね。すいません、はい。そういや、辻るの最終の森口配信で移動先ぶっこんだのウェスカ、移動先ってどういうことですかね、これ。いや、僕はもう正直、まあ、はい、僕だけではなくてね、はい、当初とかさっきあの時に、はい、エンレックの事務所にいたメンバーは、はい、もう見るに兼ねる、ね、見てられないっていうことで、はい、もうみんな席を後にしましたから。なるほど、ねえ、そんな感じでしたよね、僕。急遽エンデック事務所にね、襲撃をかけて、まあ、フライデー襲撃みたいな感じですよ。いや本当にそんな感じですね。たけし軍団来たのかなみたいなね。ガサ松浦さん寝てたっていうね。寝ぼけまなこと、ね、寝てないって、絶対寝てたよ。寝てない、仕事してたじゃない。本当に寝てたんですか。寝てないよ、寝てました寝てない。夜見たら奥の部屋にね、はい、女の人いましたし、ね、マジっすよ。チャックをね上げる音がね、ウィーンっていないよ。パンスト上げる音とかがやたら聞こえてましたね。パンスト上げる音ってどんな音。メリメリ言うてますけど、どんな音。え、これ間違当たったんですか。お、え、何、あ、当たったよ。当たった、当たった、当たった、音してるやん。当たってるよ。うん、マジで。お、あ、ということはこれは引き戻し。いや、時短でもないです。 ST 抜けたんで通常時ですね。からのプッシュ。え、さっきのは、これは、規制ボーナスは、ST 確定です。お、ST 確定。突 ST？ はい。まだいける。いや、まだいけるよ。おー、ありがとうございます。まっちゃんかっこいい。やった、いきなり来た。まあ、かっこよくはないけど、すごいですね。どんな引きやねん。これ ST です。はい、これ ST のはずです、確か。ボタン連打でって言ってますけど、確か ST だ。じゃあ、こっちだ。違う違う、4ラウンドか。そう、80% ですね。3つ特、色がつけば、いや、LUB じゃないですか、はい、RUB。 そう、ランクアップボーナス的な感じですね、3回継続でいけるはずなんで。そうですね、はい、うん、まだ、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、間違ってます、ね、3色揃わないと ST なら、ST でもない、はい、ではないですね、はい。久子さんの息子かっこいいってね、言われますけどね。さあ、物までいけば ST です。そうですね、はい、なるほど。ST じゃないかもしれない、はい、そういうことですね。あ、ここですね。そうですね、ここです。3つ目、色がつけば ST という感じですが、押して押して。これ信頼度どれぐらいなんですかね。あー、あかんか。あー、あ、いかない。あー、あー、残念。ST に入らず。4ラウンドかな。お、いった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 、見事、ね、見事。そんなパターンもあるの。そんなパターンもあるそんなパターンもある。やったぜ。マッチャン、あと20分、いける、まだ目指せる。これは 4ラウンドですよね。でも、はい、あ、8割あるはず。あ、やっぱり熱いんですね。8割ですね、4ラウンドで、はい、4ラウンド各編か、あ、ST か、もしくは通常が 3% なんで。なるほど、はい、なんか箱をこう出したり入れたりしますけど、ね、あんま意味のわからん行動しますね。はい、もうテンパってますけどね、はい。さあ、じゃあ縄文で行く。あ、縄文で行きましょう、はい、じゃあ行きましょう。さっきなんかありましたんでね。そうですね、はい。いやー、ここ伸びてほしい、伸びてほしいな。間違いないですよ、ね、いやー、めっちゃ初当たり引きますね。いやー、もう4回目っすよ、はい、はい。初当たり、まっちゃんがね、1人引きまくってる感がありますよね、はい、いう感じですけどね。もう4回目ですから ね久子の息子すごいなって言ってますよね。あ、もう素直にまっちゃんって呼んでくれたらいいのに。よう当てるなって。まだ縄文って、縄文到達。え、はい、何これ。あ、や、なんかフォルダね、演出発生確定ですね。縄文到達になればいいのか、あれ、はい、あ、そういうこと。どうですかね、よう当てるなってね。いや、ほんまにめっちゃ当たる。久子さんおめでとう。久子さんは出てないからね。久子さん出てないです、はい、はい。久子さんやりましたよ。久子さんのね、息子さんは頑張ってますよ。ちぶさがちょっとこれ。え、ぶっ込むな。ちぶさ、何何、はい。久次郎すごい。まっちゃん今日シャメ取らんねまっちゃん、あの、はい、だいぶね、あの、はい、ボタンのところ握ってますけど、
ボタンのところ、あの点運ボタン、点運ボタンですかね。あの、はい、大きめなボタンがね。あのそれはもうまさにヒサコの、あの何を彷彿とさせてる。つぶさ、つぶさっぽいとね。ほんまにやめてください。あのね、自分の親のそういうのは、ね、一番一番気持ちが悪いというか。もうなんかそう見えてきたしあの風呂上がりのやだ風呂上がりそんな、はい、そんなカラフルになるんかいな久子がかぶくもうってほら言われてますあ縄文到達縄文行きましたね縄文行きましたよはい、はいはい、なんか原子がゆっくりやと熱いんですよねそうですね、はい、動きがねありますからね久子のちぶさボタンとかほらみんながこれ乗ってきたどうだあ、はい、久子さんボタンもうね名前決まりましたねあ、おめでとうございます。16角ですね。おめでとうございます。16角、16角。縄、は、文、い、は突破すると16ラウンド確定ですよね。はい、確定ですね。いや、ようやく16来てまたこう出玉がちょっとホッとしましたね。お願いします。はいはい、あの負の連鎖から抜け出すラー感があるんで。あと10あと20分。はい、20分っす。20分っす。ちょうど20分ありますね。あと。まあ負の連鎖というより負の状態的な負という考えたら。まあそのボタンがヒサコのねあれやったっていうすっげーなどうしたいのどっちに持ってきたいのマネージャーすいません、はい、ヒサコ見てますんでリアルに見てるんだリアルタイムかは分かんないですけど見てますか、ね、YouTube どう YouTube で、はい、見るんで、はい、見てます指紋の配信でヒサコさんあの多分心配して電話かかってくる、はい、可能性がヒサコのちぶさ突破のあのメガネ誰っていうね言われてますよ本当はね、はい、合計1万ぐらいはいきそうですねってことでそうですね、そうですね、はい、そうですね今どんぐらいでしたっけ先ほどのはですねちょっと待ってください4900の1900ぐらいですね1946ですから、はいはい、なんでまあ1万は見えてますねはいね2万はどうでしたかね時間的に厳しいかなって気がしますけどねちなみにエンデックさんは旅行、はい、なんかイタリア行くとかって言ってあれどうなったんですかあマイマイがマイマイがイタリアに行ってきました1月に、はい私が2月に、行く予定になってますよね あそこですよね、はい、コートジボワールでしょあ、違う、惜しいスリランカですあ、スリランカはい、行ってきますんで一緒に行きますかいや、いいえいや、いいですスリランカ一緒に行くいや僕もあの辺は行ったことありますから昔あ、そうなんですか、はい、なんか、昼にあの血を吸われる旅みたいなところに行くんですよ行きます相当きついらしいあ、そのジャングル的なそうジープとガイドをチャーターしないといけない場所なんですけど一緒に行きますかマジっすかはいそういただきラッシュみたいなああいう感じですかあでもそんな感じですねいただきジープ乗って疾走するようなとどろとどろぎですね行くだけで罰ゲームなんですけどはいどうですかねいやちょっと怖いのやら楽しみなのやらまあまあまあそうですねそういうそれのために行かせるみたいな、ね、感じですからねへえどうですかねちぶさやめ今日は霜多めだね久子ラッシュ継続はい久子さん見てますか息子さんはこんなに立派になりましたよ、あらこんなに大きくなって久子頑張って、はい、今ねちょうど1万パス超えたぐらいですあちょうどねはいちょうど1万パス超えました、はい、そうですねウェスカーインドで幼女に襲われた話してくださいあの話はね、はい、ちょっとねはいはいやめとくちょっとやめとこう危ないギリギリすぎるギリギリすぎるんで、ねはい、そうですよね松浦スリランカ行って帰ってこなかった面白いあのでも本当ねびっくりするんが、はい、ペットボトルをね盗難ペットボトルが盗難に遭うんで気をつけてくださいねペットボトルを盗難に遭うまあ僕が行ったのはもう14年とか5年前だったんでインドに行ったんがはい、はいほんまにペットボトルをマジで狙ってるんですよへー盗まれる盗まれますへーびっくりしますよまあ当初ね、はい1ルピー2円だった時代だったんで今はどれぐらいなんですかね、はい、どうなんですかねインドそれインドですインドの話、へーめっちゃ怖かったですけどねああそうですかね面白そうですけどね罰ゲーム用に昼持って帰ってこないと持って帰るのかなね釣りヒサランカで何する富田さん、富田さんの下の名前はってことでえマサルくんですはいはい普通に言いましたよね、はい、昼に血吸わせるダイエットですか体勢かーって実報ですか興奮いつも息子がお世話になってますはい上本町で昼に吸われる話してくださいしません明日地元に一発で刑事あるから行こうかなということで聞こうな大当店一発で刑事ありますかえ
いやもう俺も腹立ってきたね。もう誰かが返事するまで俺も何も言わないでこうみたいな。絶対こっちは僕も間でどう入ろうかなと思いましたよ。一発ですか？絶対何も言うよ。刑事がやるかってことですか？言わないで。ありますあります。あります。当店刑事1台ですけれど。1台ですげえ。ある。はい、すげえな。素晴らしい。この店すげえ。いや素晴らしいですよ。なんなのこの店本当。絶対来ないわこの店。すぐ言えばいいじゃん。この流れにしようと思って振ってんだから。なんで無言無言。本当だよ。言えばいい。完全に仕方ない。従業員2人何してんだよ。返し打ちじゃねえか。本当ですよ。腹立つな本当に。え？マジぼやき入ったじゃないですか。いやいやいや。すいません本当ね無言わらわら。今何今のまあ手に言われてます。今それどころじゃないやね。ムック店長わらってねやってますけどね。ね、ぜひね、キコの大当店一パチも経費入ってますんでね、はい、日大ございますよ、はい、遊びに来ていただければと思います。もうやはりあの朝すぐね当然ですけど、まあ、座られるので、ね、そうなりますよね、まあ、ぜひ抽選から参加してほしいですね。そうですよね、はい、争奪戦になっちゃいますよねやっぱりね、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。水が貴重だからね。あ、ひそこは何ルッピー。水っていうよりやっぱり何これ容器。はい、なぜペットボトルがすごい重宝される。あの貴重なんですよ ね、 ねえ、へえ、売ってないんですかそのいわゆる街 の、 あの露店とかで。いや、聞くところによるとあるんですよ、はい、その自動販売機みたいな。自動販売機じゃないわ、はい、自動販売機なんかないですから、その露店みたいな、はい、があって、そこでその、ま、名前やったかな、まあ、コーラとかあるんですけど、はい、これは160円ぐらいですよね、はい、日本円で、はい、だから80ルピーなんで、はい、まあ、向こうの何日分かの給与に値するような。なるほど、なるほど、高価なね。そう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 、水なんかがもっと高かったかな、200ルピーぐらい。へえ、200ルピーじゃないですごめんなさい、200円ですから。なるほどなるほど、日本円に換算するとそれぐらい、100ルピーぐらいですよね。なるほど、清涼、水がね、本当にペットボトルの水っていうのは貴重っていう話ですからね。なるほど、まあ、特に田舎行けば行くほどそんなんがね、月1ヶ月の、あ、1ヶ月分の給料に値するとか。なるほどなるほどっていうね、まあ物価がね違うという感じかもね。ペットボトルを盗む間接キス狙いかってねやってました。そっちじゃないと思いますけどね。今日は米読み少ないの、すみません、どんどん読んでいきますね、とね、そもそもインドとか持ち物30センチぐらい離れてたら盗まれるからなってことね、はい、そうですね。あ、まあそうですね、はい、気をつけたいと思います。もう忘れてたけど2000個目超えてるねということで、今はもう超えてるのかな。あ、超えてるんですか。どうですかね、もうちょいって感じですかね。今1800ぐらいですかね、なっております。松浦遠隔ムック店長頑張って、0.5 パチにもあるよ。そう、すごいですね、譲り合い。今日のベスカ遠隔やな。そうですね、そうですね、遠隔です。何時から並べば OK ということで、抽選、抽選が、はい、9時40分開始なので、はい、まあ、それまでに来ていただければ大丈夫ですよ。ぜひ、はい、なんか抽選受けていただければと思います。そういや大東店なんか大それたことがあるとかないとか。まあ、冒頭でもお伝えしたんですが、はい、リニューアルオープンします。リニューアルと、ただのリニューアルちゃうでしょうよ、はい、グラウンドリニューアル、ね、なるほど、グラウンドひさこリニューアルですから。グラウンドひさこリニューアルですね、はい、はい、ウィズハンドルバイブということで、はい、登場、はい、なってますんで、ひさこ出ないですけど、はい、ね、ブルブルしますんでね、ぜひ、はい、まだね、はい、詳しいことは、はい、まだ近日、はい、近日公開なんですが、はい、まあ、その事実だけお伝えしておきます。そうですね、グランドリニューアル、はい、ますますお伝えしていきたいなと思いますから、はい、なるほど、どんなことになるんでしょうね。そうですね、非常に楽しみ、はい、中部回転大東から目を離さないでいただければという感じですかね。ちょっと、まあ、いや、ほんまこれ今年の大東店ね、何か起こりそうな、はい、なるほど、スタートダッシュ、いいスタートダッシュ切るんじゃないでしょうかね。さあ ST 残り10回切ってましたけど、これどうだ、やばいんじゃない、これがラストチャンスかな。先読みは今ありましたね、青保留、青保留ガウアーってね、松風がっていうか、もうあんまムックが喋らないっていうね、なんかもう、ああ弱い、来ない、ちょっと静かになってきましたね。はい、マネージャーが来たらね、私喋らないんで、そういうわ、いつもいつもいつも超絶なるやん、もうむしろ、いやいやいや、なんだ本当ですよ、店長喋んなくなるから、いや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 、マネージャーね、すべてを食おうとするので、そうそうそう、嫌いなんですよ、ニコ生に来たら、そう、ね、こう2548です、食い合いになるからね、これね、そう、食い合いになる、そう、食うか食われるかのね、世界になるから、相性は良くないわけですよ、ニコ生の中で言うとね。いやー、ちょっとね、初当たり非常に多いんですが、はい、伸びないですね、伸びなかったです。これまた、はい、お、大丈夫、え、あれ、これでもなんか音楽続いてるんですけど、
今 ST 終わったんですけど、はいはい、あれ呪落大ステージ行かなかったですか。呪落大ステージ あれでしょ、キセルのあれじゃないですか。あキセル RTC 中の RTC とかどうか、はい、なんだびっくりした、 RTC だよってね言われてましたね。そうですね、はい、もうだけどさ、はい、2時まで歌ってもさ、はい、そうですね、ないの、もうだって結果出ましたからね、結果出たよね、はい、もう打たない、もうだって10分にはいけないでしょ、あと10分あるけど、10分で何ができるって話ですからね、うん、はい、じゃあ10分で松浦さんこれ当てんかったら罰ゲーム確定しましょう。いいですねそれ、うん、松浦さん帰るわ、はい、お願いします。は松浦さんここで10分で当てんかったらMC として松浦さんも再開店舗と罰ゲームしてください。当てたら、当てたら罰ゲーム回避でいいです。あ、そうですね、はい、それは10分で当ててください、その代わり。ウエスカー髪の毛ずれてるよ、ああありがとうございます。いやこれだこれだJP さんすいません、じゃあコメントお願いしてもいいですか。あ、大丈夫ですか、はい、あ、コメントお願いします。ウエスカーって中東似合うよね、1ルピー2円ぐらいだよ、今も今もそうらしいですね、はい、はい、江ノ島で荷物を置いとくとトンビに持ってかれる江ノ島ですか、うん、今日本人拉致られたりして危険だから松浦さん気をつけてくださいねと。今日ねニュースありましたけどもね、 ありましたね。あ、そうなんですか。スリランカもね結構ね、外務省のホームページ見たら、注意勧告が出てます。そうですね、いわゆる黄色に色が塗ってある状況ですかね、はいはい、怖いですね。ルピーって聞くとゼルダの伝説でやりたくなるってねコメントですね。今からね松浦チャレンジ始まってますからそうですね、あと10分で当てれるのか、当てれるかどうか。松浦さんってプライベートで打つんですか。打ちますよ。あー、ほんまですか。うさんくさいですけどね、はい、なんかうさんくさいってどういう意味。あんまパチンコとか打たなさそうなイメージあるんですけど、ね、いや打ちますよ。どこで、あ、まあまあそのねえ、あの、え、店の名前言っていいんですか。いや、ダメですライバル店の名前を今で言う。ダメいやね、あ、抹茶の ST 抜けたらあかんでって言われてますけどね、残念ながら。いや抜けちゃいました、抜けちゃいましたけど、すいません、ね、抜けちゃいましたね。あ、抹茶もう2000個目超えてるよ、余裕で。そう、特に超えてますね。超えてますか、はい、大丈夫ですね。特に超えちゃった了解です。松浦はほにゃらら専門だよってね言われてますけどね、あの、じゃあやりますよ、ね、今日はとかいろいろ他方針の名前出てますけどね、それはちょっと言えないんでね、はい、そうそうそう、はい、あ、ベスカとお酒飲みたいって言われてますよ。僕はね、下戸なんですよお酒飲めないで、お酒飲む、逆に言うとお酒飲まなくても楽しくできますから。あ、はい、あ、マジで言うと松浦の時計は絶対取られるって言われてますね。あの時計とかも気をつけてくださいね、本当にね。あ、そうなんだ、はい、うん、ね、富田さん、きちんとご飯食べてるって、なんかやつれて見えるって言われてますけど。いや、ちょっと正直太りましたからね。え、そうなんですか。僕の中で。あれ、そうなんですか。僕の中で、うん、僕の中での記憶でってことなんとなくだけど、松浦さん当てそう、ね、数字ではない、うん、当てよう、当てよう、10分で。怖いよね、女子目線だとってね、コメント聞いてますけどね。松浦はアニマルビデオ専門だよって言われてますよ。なんすか、アニマルビデオってAV です。あ、いやいや、はい、そうなの、略して言われてるんですかね。中間系ですか。中間ではない。勘弁してくださいよ、もう。中間は見たことないです。あ、はい、あ、出玉バトルの再開は大阪空港の全店を自転車で回るってアイデアどうですか、ウエスカーって言われてます。なんか強烈なやつ来ますよね。ちょっとできるだけ今後は東部エリア機構なの客もねちょっと増えてくるんじゃないかなと思いますんで。なるほど。あんま無茶なことばっかやってると何人か死ぬんじゃないかなと。あ、そうです、あのリアルに支障をきたす可能性がね、出てきますんでね。まあ業務ありきなんで。レスカーはインドで髪の毛盗まれたんですね。いやいや、そうなんですよ、もう大変。何言ってんだよ乗った、一瞬乗った、うん、ウエスカーの階段の方。インド人の方はね、はい、毛がふさふさな方多いですからね。あ、そうですね、もちろんもじゃもじゃで結構ふさふさな方が多いですけどね。じゃあ お菓子一緒に食べましょうって言われてます。いやー、いいですね。お酒じゃなかったら大丈夫。いや別に、まあ、お酒でもええんですけど、うん、そんなの飲まないですよ。あ、なるほどね、あ、そこまでは飲まないと。そこまで飲むわけでもない。ちなみにこの2人は強いですけどね。あ、そうなんですか、はい、へえ、そうなんですね。あ、トミーさんこんばんはって言われてますよ。こんばんは、はい、ウエスカーハゲたって言われてますけどね。ああ、まあ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 、ウエスカーもバケツチャレンジしてねっていうコメント来ますよ。どうしましょう。お疲れさま。帰るの早い
いやウエスカーは着替え持ってないんで。あ、そうですね。まあその辺もありますね。密着にノック電池持ってきてるんですか。いや今日は持ってないです。選手はねもうすでにあの準備万端だったので、今日は持ってないです。え、まっちゃんとかもそういう用意があるということですか。そうなんですよ。まっちゃんは今日は、ね、選手からもねあのコメント来たらやったるでって言ってはったんで。今日はもうその勢いね。はい、あの実際相変わらずノリの生き物ですね。そう、選手やりたかったらしいんで。なるほどなるほど。残念。割にね、僕忘れもしないですけど、武藤刑事だわ。武藤刑事でしたっけ。武藤刑事、森口店で一緒に働いてた時に、はいはいはい、武藤刑事が来るって言って、はいはいはい、でその時中井さんけど MC が来ないっていうアクシデントに見舞われまして、はい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 、でじゃあ僕行きますよみたいな、はい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 、めちゃくちゃ張り切ってて、はい、そんなん僕なんかもうしゃべくりでなんとかごまかしますよ言うて、はい、あーほんまじゃあ助かるわよかったわって言って、はいはい、ほんでだんだんね、まあ、時間が経つにつれてね、はい、なんか顔色がだんだん悪くなってきて、なるほどね。で10分ぐらい前ですかね、はい、だん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 こう喋らんくなって無口にだんだんなってくると、なんかうろうろしてね、はいはいはい、俺の前、俺の前で、あげくの果てに店長、変わってもらっていいですかって僕やっぱ無理っすいや、そんな言い方じゃなくて、ひょっとしたら店長、僕のあれより店長の男気見たいっすみたいなことでそういうせこい言い回しでね、こう僕にバトンタッチしてくるというね。いや懐かしいですね。あ、そんなこともあったんですね。まあ、確かにお客さんが100人以上だーって待ってた中だったんで ね、はい、そうですね。まあ緊張も無理はないですけど、そういうの爆発を経験しないとね、そうなんですよ。だからすごい経験できるのにいいと思ってたんですけどね、はい返す言葉もないですね今マネージャーがおっしゃったもうそのままですね。反論の余地なし、下手ったっていうだけです。なるほどね、はい、まあ可愛いとか思ったりしたんですけどね当時は私も副主任でしたね、確か。いや、あの時も主任やったような気がしますけど。いや副主任でした。あの時、はい、そういう芸能人の方の対応とか何もしたことがなくて、でもまあ勢いでね行くって言ってくれたんで、いや行きますよ、僕やりますみたいな。こいつでまあ失敗してもええやんと思って行かしたろうと思ってたんですけど、行かなかったですね。へたりましたね。まあでもおかげで僕がやらされましたけどね。なるほど。どうでした、その場合どうでした。で、まあ、あの方はずっとしきりにコキーナ最高、はい、コキーナ最高を言ってましたからいや、僕最初聞こうなんでしょって、うん、もう突っ込んでたんですけど、めんどくさなってきてなもうそれでええわ、コキーナ連呼するからもうもうええわ思って最低って言われてますよ、ね、いや僕が言うたんちゃいますよまあね、武藤さんが言わはったことやったら、まあまあまあ勘違い、残念やな思って、ね、まだまだ認知度が浅いんだなと。なるほど。改めて武藤さんにも、ね、ちゃんと言ってもらえるように聞こうなって、はい、頑張らなあかんなって思いましたね。そこからさらにね、店舗数も増えてね、大きい人となってますからね。はい、あ残り3分でね、コキーなお気に入りフレーズってねコメント言わせてますけどもね。あ、松尾さん頑張れって言われてますよ。頑張りますってなってましたけどね。松浦寂しそうって言われますよ、隣でもね、誰も打ってないですからね、現状ね。頑張るよもうね、先ほどのまっちゃん主任の話でいっぱいわらわらっていうのが飛んできてますけどもね。あ、いや、まっちゃん面白い、うん、まっちゃん面白いわ、ほんと。でもやっぱりそういう場って、やっぱり爆発踏まないと、どうしても緊張してね、言葉出てくる。いや、ほんまやってほしかったですけどね、まあ、今のまっちゃんのね、スキルというか、はい、度量があればやってくれるとは思いますけど。なるほどね、はい。ああウエスト、明日は鶴見放送スペシャルですかというコメントを聞いてますけれども、明日はね、面白会社説明会、そうですね、久々に私も参戦させていただきたいなと思っております、はいはい、鶴見店の方でございまして、その後にまた、放送が、そうです、夜の方も、はいはい、ありますんでね、はい、ぜひ楽しみに待ってください、よろしくお願いします。あ、まっちゃん着替えてきたらというねコメント来てますんで、今着替えてるのかな、どっちかな。あ、キホホの目が可愛いということでね、せっかくね、下に振りたいところですよ、本日ね、反応形式売ってますんで、はい、できるだけ当たるまでは通常画面でも、はい、映したいと思いますんでね、うん、嘆きと言いたいところですが泣き笑いっていうねコメント来てますけどね。松浦いつまでこの仕事続けるのって、相変わらず家庭の事情にこう食い込んでくる人いますけどね。え、まだなんかあるんですかえ、まだなんか大変なんですか。いやいや、富田さんの家、富田家ほどじゃないで、ないんで僕ほどではない、はい、なるほど。これ以上いくとお互いに勝てないとぶっ込み合いになるんで、はい、ストップという。その辺はちょっと、はい、この辺りにしときたいなとあ、松浦元気出すよってね言われてますけどね。 あんまりよろしくないですねなことないってもうなんか
ネタじゃん。そうそうそうね、ね、ネタネタ。そうそうそうね、本来本当は仲いいんでしょ？え？本当は仲いいんでしょ？いや、なんか超ラブラブですよ。ね、あの先週もにあの月曜日ですかね、はい、あのかってご家族で南部の方に遊びに行ってらっしゃったみたいで、はい、お休みの日にね、家庭サービスされてたみたいですね。はい、まあ、家族だけ帰らして俺は車乗ってあの事務所行って事務所で仕事してたんですけど、あかんやんそれも仕事にマジで、ね、先帰れ電車で帰っ て、うそー、それはちょっと、はい、まあ、そういうぐらい仲がいいってことうん、まあまあまあ、なんともね、うん、って言われてます。はい、というわけでもう残り15秒ですよ。はい、さあどうか、厳しい、どうかな、何も起こんない、何も起こらず、4321 終了。いやいや、というわけで会話大統領終了でございます。お疲れ様でした。あちゃー、イエーイ、終了、終了でございました。お疲れ様でございます。まっちゃん、ちょっと腹出てきたんちゃいます？そうなんですよ。ちょっと出てきたんで。幸せ太り、はい、いや、なんすかね。年なんで、私も。29年で。年なんでって。さあね、これで松浦さんの罰ゲームは確定したということで、いや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 、お疲れ様です。まあ堀は一応有効ですんでね、これすべて見終わってからという形にしましょうか。いやもういいですよ、カメラ映さなくてひど、まあでもないわ、弱すぎるわこれ。音だけでいいです、音だけで弱すぎる。まだこれカメラねもらってないんであれなんですけど、非常に寒いですね、はい、もうその状態で寒いよな、すでに寒いですね、すでに寒いよな、ね、いつの間にかまっちゃんが肌ハイパースな方になってたっていう結構気に入ってるんです、気候なカラーのハイパンなんですけど。さあ大丈夫ですか。さあ寒そうって言われてますよ、はい、これは寒そうってね、これ寒いよ、バケツずっと外あるからね。いや、あれね、もう氷張ってるんちゃいますこの寒さ、ずっとバケツ外あるからねあ、ここで当たったらかっこいいよって言われてますけどね。さあ一応発展はしてますか。いやもういいですよ。あ、赤字、赤字、赤字、はい、セリフ赤、はい、うん、はい、あのずっと待たされてますけどもね、うん、めっちゃ長いリーチ来てるんでちょっとだけ待ってくださいね。わかりました、はい、すいません。大東は最終何発やったんですか。ですね、発表して、今発表してよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、はい、なんとですね、大東店、はい、1332発、とりあえず万発超えたということで、はい、万発は、ね、クリアということで、ね、まあ、とりあえずの目標クリアかなと、まあ、いった形ですね、まあ、罰ゲーム回避、はい、15分早くやってればいいじゃないですか。 はい、あと15分早ければやってればいってましたね、もうね、完全にいってましたよ、まあまあまあ、いやいや、まあ、とりあえずのね、はい、まあ、まあ、こんなもんですよ、クリアするハンデを上げてこれぐらいやった、まあ、手入れもなかったんで、はい、そう、こんなもん、まあ、今日名言生まれたしねあ、え、何、当たるん、当たった、当たった、マジだ、そんなことビビった、ちゃノーカウントやろ、そんなことある、営業時間外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 、罰ゲーム回避回避してないよ。いや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、いや、これはね、審議いりますよ、はい、審議します、はい、これはもう当たってるじゃん、ちょちょ、ぴったり2時の時にハンドル手離しながら保留、はい、保留は有効って言ったら、ね、ダメダメ、審議、審議、今ちょっと審議してますんで、審議ですね、審議、皆さんに聞きましょうよ。そうですね、今あのアンケートね、アンケートで答えていただきますね、公平な、ただいまの大当たりは有効だろ、どう考えても、どう考えても有効だろ、うるさいよ松浦さん、有効すぎるだろ。審議委員会からアンケートっていうね、あの多分うちのね、あの誰かの MC の誰かが多分ね、はい、来てますんで、さあ出題しましょう、せーのドン、はい、ただいまの大当たり有効でしょうか。はい、いいえで答えてください、よろしくお願いします。有効、 ST 入んなかったけどいやみんな ST 入れないからダメじゃん、有効なのかどうかね。今ので、ごめんなさい、今さあ、2位かね、政府ココア店長、さあ保留内は言うとかそう言ったじゃんっていうコメントもあるんですが、いやいや、2時の時点で手離してなかったかどうかちょっと疑問なんで
話したって何なんですか、マネージャー何してんすか。いや違う、スタートだ、全部食いたいだけ。いやでもすごいよっていうね、ほんまそうです、そう、ほんまちょっとでも食うさ、あと15秒だったらアンケート締め切ります。話したあと15秒でアンケート締め切ります。話したから、はい、話してないよ。896ですか、896ですね、はい、どうですかね、もう出てるんちゃいます、いきますわ、はい、結果いきます、せーの、せーの、ドンドン、有効が 66.5%、 いいえ 33.5% で今の話題有効。みんなね、松原さんに罰ゲームさせたくないのかね。最近ちょっとやっぱり優しい、ね、優しい方が増えたので ね、リスナーの方も、はい、といった形でございました。お疲れ様でございます。まあね、じゃあ、まあ、いいですよ、まあ、確かにその引きは素晴らしいものがありますから、ね、じゃあまたね、別の機会に、ね、そうですね、罰ゲームしてもらえば、うん、まあ、今日は勘弁して、今日は勘弁しますよ、に入れたのにってみんな言うてますけどもね、今日は勘弁します、はい、大東の曜日は、はい、まあまあまあ、まあこれで私たちが、まね、うん、納得しただけで、そうそう、他の曜日はね、はい、納得しないと思わんで、ちょっともういい加減、はい、あの乳首立ってるね、ちょっとね、あの立ち気味なんで、寒さが伝わる、そろそろやらしてあげよう、できる限りあのその肌のサブイボの部分までちょっとね、伝えたいところなんですけどね、見るだけで寒いよ、はい、じゃあすいません、松田さんお願いしますか、はいはいはい、よろしくお願いします。やるんですか、アイスバケツ。いや、まあ、やりますよ、ね、そんなもん、やんの、やりますよ、じゃあ俺やるで、じゃあ僕やります。ああ誰が、まあ、マネージャー一応なんで、いやいやいや、無理、これバスタオルだけ、赤いタオルか、こうやってでき、あかんダメです、はい、危ない。じゃあ松浦さん、今の大当たりこれトータルにカウントする形でいいんですかね。910、いや、しときましょう、はい、じゃあ有効ならばしときましょうよ、いや、まあ僕らはね、もう、はい、まあそれなくてもいいですけど、罰ゲームじゃないんで、もういいです、罰ゲームじゃないしトップでもないんで、一応足しときます。まあ、いや、いいです、今日はね、もうハンドルバイブからの本丸ゾーン突入からの、はい、キュインキュインからの大義であった、大義であった、大義であったね、この名言が生まれただけでいいですね、今後は末永く使われるでしょう、末永くね、刑事の大打つ場合は長くできるんじゃないかと、ね、あの王道パターンとして覚えておいていただいてね、バイブからの、だいぶ長い、これをね、ぜひお店で実践していただきたいな、ね、はい、体感していただきたいと思います、ね、なるほどね、ハンドルバイブ来たらもうみんなね、みんなクスクス笑いそうなってほんまのゾーン行けってなりますよね、なるねます、絶対なります、ね、絶対なりますよ、これも、はい、ということで、じゃあ、まっちゃんのアイスバケツチャレンジ、はい、行きましょう、行きましょう、もうね、はい、やってやりますよ、待ってるだけで寒いからね、それ寒これ寒いっすよ、本当に、はい、じゃあちょっと移動、ね、移動していきたいと思いますね、はい、なんか寒風摩擦的なやっといた方がええんちゃう、腕立てした方がええよ、ちょっとほんまに心臓を外して腕立てした方が、うん、あ、そうですね、バッタルだけ持ってきます、うん、ほんまに腕立てせないとしないとね、やばいから、まだ大丈夫ですか、はい、大丈夫です、ちょっとね、はい、ゆっくり移動お願いします、はい、移動したいと思います。さあ、これがね、もう全部外して腕立てした方がいい、はい、ちょっと待ってね、あ、大丈夫ですか、はい、はい、ゆっくり、はい、はい、お願いします。これあのバケツずっと外にあったからね氷張ってるんちゃう、皆さん薄く見えますかね、ちょっと見えづらいかなそしてこちらがね、まっちゃん主任の揃えたという漫画ですね、はい、漫画コーナーこちらになります、はい、あ、まっちゃん主任、あ、腕立てちょっとね、ほんまライトをつけてもらっていいですか、上大丈夫です、え、あのライトはね、多分つかないっすね、無理、もう多分表はつけれない、つけれない、お、片手腕で来るあ、来ちゃう、おーおーおーおお、すごいすごいすごい、本気だ、いや、それより体温めまずそこね、うん、まずそこやね、はい、体温め、はい、いや、寒かったらあかんよ、はい、もう行っちゃいましょう、向こうまで向こうまで向こうまで行っちゃいましょう、向こうまで、あ、向こうまで行きますか、はい、はい、うわ、寒い、いや、これは寒いちょっと触りましょうか、はい、ほんまに、うん、はい、今日一活躍したのにほんまに冷たいよ、これ大丈夫これ明るさ調整した方がいいですか、はい、はい、これはね、いや、もう普通に水ですね、ずっと外置いてたんで、はい、普通にちょっと氷張るんちゃうかという、めっちゃ寒いよ、勢いのめっちゃ寒いよ、はい、いや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 、もうあかん、はい、あかんパターンや、
赤んパンっていいですか、赤んパンっていいですか、ばあちゃんやる前にほんまにちょっと体にかけなあかんよ。はい体にちょっとペタペタしてからやらんと。そうそうそう、マニアで寒いけどやらないと、それはもう赤いよ、はい、寒い、心臓に悪い、心臓に悪い、はい、体張りすぎってやつ、はい、体に超寒い、心臓に悪いから、はい、寒風摩擦寒い、冷たい、それは冷たい、はい寒い、マジ寒いっす、これ車がバンバン通ってシュールすぎるんですけどね、はい、やるんかや、ほんま、行く、うん、もう行っていいよ、もう行く、ちょっと待って、じゃあカウントダウン、はい、5、4、3、2、1、行くよ、お願いします、うわそうなるわ、もう早締めよ、早締め、寒い、何やって、バケツ、サンプちょっとここ見る方も寒いよ、ま、すごいそりゃそうなるわね、なんか叫んでるけどマイクがないからいまいち伝わってないですけど、悲鳴しか聞こえない、なんか言ってますね、ふひゃー言うて、ね、大丈夫ですか、はい、普通に風邪ひくわね、どうまっちゃん、バカだろバカだね、バカですよ、本当にね、はい、いや大丈夫ですかね、ホットアガーをやってますけど、お、JP さんノイズ乗ってるけど大丈夫ですか、はいはい、あ、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、こっち来てもらってもいいですか、はい、はいいやということでお疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、これどうする、もうここでエンディングする、もうここでいいです、はい、ここでじゃあもうめっちゃ寒いです、ヒーター、はい、電源入ってない、ダメ入んない、ダメ電源入んない、もう元切ってるんで、あ、元が切れてる、はい、あ、残念ってことで、はい、じゃあもうこっちで今日はエンディングしちゃいますか、ここでね、そうですね、はい、はい、ということで、はい、じゃあこんな感じで、そうですよ、こんだけね、はい、もうまっちゃん体張ったんでね、はい、大東ね、グランドリニューアルオープンですよ、1月29日、はい、いや楽しみだな、整理券の配布はね、また告知させていただきたいなと思いますので、はい、ぜひね、ご期待してご来店していただきたいなと思います、はい、まあ、っていうかね、はい、明日来てよっていう話、まずまずね、まずね、うん、まず明日ね、はい、明日はゴールデンスロット極みですよね、はい、なるほど、開催しますので、はい、ぜひぜひね、スロットコーナー288台、はい、朝10時から開店となりますので、はい、ぜひご来店していただきたいなと思います、ぜひね、遊びに来ていただければお願いします、はい、楽しめるんじゃないかなと思いますんでね、はい、で、ね、寝台の刑事もね、今日見ていただいた刑事もたっぷり入っているという形になってますんでね、そうですね、はい、ぜひ、はい、遊びに来ていただいて、大東で、ちょっと待ってね、ここに来てちょっと待ってね、カメラが切れた、ちょっと待ってねブラックアウトバッテリー切れ音声だけでお楽しみバッテリーもご覧になってください、申し訳ない、抹茶寒いのにタバタタバタバタバタタバタタタバタバタバタタタタタすぐ食おうとする全部持っていこうとするマネージャー中の男を食おうとする寒い言うてんのにそれさえも寒いってえらい凍えてんのに、うん、それさえもね、持っていく、はい、すみません、来ましたね、はい、申し訳ない、はい、ということで、そんな感じになってますんでね、ぜひ気候の大都店、遊びに来ていただいて、まっちゃんもね、はい、いますんでね、はい、遊びに来ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、お願いします、ということで、明日
日もね、曜日対抗新花の刑事出玉バトル続きますんで、ぜひね、明日は鶴見店から放送しますんで、そちらも、はい、ご覧いただければというところと、先ほども言いましたようにトミーベスカーの面白会社説明会、はい、久々の開催ですけどもね、明日、夜8時からご覧のチャンネルで、見ることができますので、もう喋り倒したいなと思いますね、久々の。なんてなんて喋り倒したい。ダラダーダラダラダラ。もうね、溜まってるね、鬱憤を、はい、明日はね、爆発させると本気で言ってますんでね。もう会社説明会関係なく喋りますから。そうですね。はい。いや関係ないね。もう何も関係ない、ね。何の意味もないですから、ね。もう完全にね、自分の番組としてね。もうそうですね。はい。やるつもりだということですんで、頑張っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ということで、今週はこんな感じでお送りさせていただきました。キコのチャンネル火曜大都店リアル社員対決新下克上、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。